はい、戻りました。今映ってます。はい、はい、はい、何事もなかったように、はい、何事もなかったように皆さんこんにちは。ということで今度はちょっと待って、私のまだ来ない。皆さんどうでしょう。すいません、普通に戻しました。ごめんなさい。このライブストリームはチャットを向こうですってどういうことで。なんだこれもまた。さあ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 、まだライブになってないな。あ、来ました。来ました。はい、来ました。はい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 。はい、改めて、はい、皆さんこんにちは。というわけでね、先ほどまでのはい、何だった。なかなか初めての試みではありましたのでね。そうですね。はい、復活こんにちは、こんにちはということでね、復活して大きましたね、動いてますという。ご苦労様です。ありがとうございます。というわけでね、まあ後ほどまた赤澤君と川口さんに関してはちょっと、はい、登場してはいただきますけどもね、というわけで復活した。やっぱ重いんすかね。すいません、3人がダメでしたね。ちょっとうちの外線が細いっていうのもね、あるんですけどね。うん、なんとも言えないですね。はい、こんにちは。まあ、チャットの方にとりあえず、まあ、何かあればですね、今日は音声いいですねという話で来てますけどね。はい、というわけで、1週間ぶりのご無沙汰ではございます。でも音声ちょっと小さいので、今調整してます。はい、チームス計画失敗。確かにそのとおりです。あ、塗装ブースあった。まああるんですよ、あるんですけどね。政治前塗装ボックスでしたっけ、あれを使ってましたからね。改めてこんにちはって、ね、週刊瀬川名人で、あ、大事なレギュラーを連れてこないといけないですね。おーい、なに、はい、起こしに来ました。はい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 、レギュラーですって、レギュラーです。川口さん、赤澤さん、チャットで参加お願いします。あとでテレビ電話します。現地的です。はい、こんにちは。はい、寝てましたね。寝てたか、何が起きたか分かってないね、分かってないね。うじ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 、はいはい。和装ではないですよ、こうね。古着屋で買ってきたちょっとね、羽織を羽織ってるだけなので、はい。日本ね、島田介君は先週ギャラももらってっからね、そうそうそう、前払いでいただいてるからね。そう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 。起こされたにやって。塗装ブースの廃棄方法を悩んでます。まあ、なんか窓からね、遠いとちょっとあれがあると ね、 いいですね。それで先週ここのチャンネルじゃなかったじゃないですか。そうなんですよ。今回まあ無事復活しましたよ、アカウントがね、復活。はい、ね、しまして、だこの間ご覧慣れてない方もいらっしゃるんじゃないかなと、はい、なんか早速ね、質問をいただいてました、はいはいはい、室内に塗装ブーツの排気を出す箱をつけると吸引力が衰えませんか。お知り合いの模型鉱山に室内に塗装ブーツの排気水ポリタンクを取り付けたい。若干ね、やっぱ排気、要は空気吹き出す側にフィルターかけるんで、はい、若干落ちますけど全く吸わないわけではないんで、だから分厚いフィルターつけちゃうとやっぱ負圧かかっちゃうんで、はいはい、逆吹き戻しが出たりするんでね、そこは悩みどころですけどね、うん、HTB と、まあ和解というかね、誤解が解けたんでね。そうそうそう、普通に大丈夫ですよ。今から病院でさ、妙に手術ですか、見てください、まあ、お大事になさってください、頑張ってくださいという感じで、こんにちはという感じでね、はいはい。まあ、今日もツイッターとかでね、募集をした質問に皆さんにお答えしていこうと思ってね。それで先週ひょっとしてご覧になってない方がいると思うんですけど、何やったかっていうと、そうですね、はい、先週の作りも、はい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 、じゃあね。先週はちょっとね、はい、こう緩和休大というか、ちょっとたまには面白いものをやろうということですね、はい、これですよ、こちらをね、ちょっと作らせていただいたんです。そう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 、やりましたね、名人のガンプラっていう、はいはい、でこれを、まあ、例 の、 このビッグカラーですね、こちらを水性の筆塗りでちょっと作らさせていただいたので、はい、で、番組が終わった後にですね、やっぱりこういろいろ足をこうしゅ、はい、手を加えてですね、はいはい、現状こういう状態になってます、はい、おー、いいっすね、だいぶ変えましたね。まあそれツヤを、まあやっぱトップコート吹いてですね、はいはいはい、ツヤを整えてウェザリングを入れて、これデカールはまあ手元にあった余りデカールをですね、いろいろこう切った貼ったして、まあジオンマークもあったんで、そんなのやってみたんですけどね。
しまちゃんのふぐりが見えましたって、まあそういうこともあるでしょうというかね、まあこれをちょっとやらせていただいたんで、まあたまにはこうガンプラもねいいとは思うんですけどね。いいですね。半ツヤもいいんですけどね、ツヤ消やっぱツヤ消しでこうウェザリングを入れたのでね、ちょっとで背中にシールド昭和してます。お07ほら MS07 だから、あ、そうかそうか、MS07 本当は B ってつくんですけどね、こうグフの場合、B? なんで B? のわかんない、 B って書いてある。 07B って MS06 ですよね、なんかね、あれだ。これはあのビッグカラーで仕上げて、はいはい、まあ、トップコート、あとはあの例のリアルタッチマーカーでね、はい、ウェザリング、あとはまあそうですね、あまりデカールでホワイトラインとかをちょこちょこ入れたぐらいで、別になんか大規模改造したわけではないんですね。青色質問、ラフシルバーは素材ん朝食の素材、うん、あのね粒子が粗いので、特にメタリック系のものに色を混ぜてラフシルバーだとね、ちょっと色が沈むというか濁った色になると思います。だからメタリック系の色を作るにしても普通のシルバーを使った方がいいと思いますけどね。白い線難しそうって言われてるんですけど、これ白い線はね、あの飛行機用のデカールの余りデカールを適当にカットして貼っただけなんですけどね。で、あとまあ背中側もこんな感じでね、ちょっと入れてて、そうなんです。まあこれぐらいがで、片手がほら例のこのグフマシンガンっていうか、あれだったら両手普通の手にしてやった方がこういうねサーベルを持たせるにはいいと思います。サザピーのスカイブルーのグフはって質問が来てますけど、おー見たいかい来て見たいかい、いや来てますよ、グフ見たいかい、持ってきてやるけど、ササピーグフもいるそうですよ、はい、作ってないな、あ、できてる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 、角、あ、角取れた角、え、角が、マジかよ、角つけたのに、角なくなってるよ、角ナイス、あ、いた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 、とこれはめ込みじゃないんだ、そうですね、接着ですよ、接着なんだ。我がグフは接着です。軟弱じゃないですから、ね。ザクとは違うのだよつって。すごいな、この差が。すごいな、これ。なんとなくこうノスタルジーを感じるよね、これ。いや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 。え、これすごいな、シールドは関節のところにつくんだよ。シールド取れた。シールドも。背中のドリンクパイプも抜けてます、ね。いろいろ。満身創痍ですよ、僕のグフはもう。拳拳何言ってくれるんですか、拳ちょっと折らないでください、折れたんじゃない、ちゃんと接着しないからちゃんと接着しないから剥がれたんですよ、これ拳が拳が取れた、拳だからヒートロッド持たせようとすると剥がれちゃうんだよ、この差が大きい、はい、ササピーグフです、やったこれ角など飾りですとかいやいやいや、これね、これなくしてやっと見つかったんだよ、いやいや、これぐらいのこう差があるわけですね、初代グフと、いやこの感じ懐かしいとか言われてます、もういいっすよこれ、いや字幕テロとか言われて、いやでもここなんかね、いや壊れていくと、みんなに言われて壊れていく、こうどんどんこうワンパンで今ね付け直しました、いやこれどれぐらい間時間結構間空いてるかにね、グフもこれだって9キットってナンバー9か。ナンバー9。それで手足関節自由に稼働って書いてあります。自由に取れますね。この差は大きいですよね、この差は。なんか頭の大きさが全然違うな、これ。いやいやいや、僕の方はね、頑張られるんだね。ジャケットに書いてますからね。そうですね。こうやって見ると、かえって昔のようなキットの方が昔の作画の雰囲気には似てるんだって。そうなんか解釈してるみたいとか言われてやめてくださいほぼ40年そう安定の不安定、そうですね、これ全部僕はアクリジョンで塗りました、ああ私はこれビッグカラーでトップ、あのツヤを消すのはトップコートのツヤ消しを吹いたんですけど、ね、僕もトップコートの半ツヤ吹きましたいやどうしようかなと思ったんですけど、ウェザリングきつめに入れたんで、やっぱ半ツヤよりツヤ消しがいいかなとか思ってね、これ力戦用だから足回りを中心にこうかなり、あとシールドとかね、こういうかあ腰の走行が取れた、ね、よいしょ、結構ね、結構いいっすね、ね、いやたまに作ると楽しいですよ、楽しい、僕も楽しかったです、ね、
楽しかったですよこれ。ちょっと質問いただいてます、はいはいはい、ブルーグリーン系のメタリックをつけてクリアブルーにクリアグリーンを1対1で混ぜてもブルーが勝ってるのはどうやって。いやだからそれはグリーンをメインにしてそこにブルーを少しずつ調色していく、1対1で混ぜちゃうからそうなっちゃうんで、グリーンベースで例えばスポイトナリアの塗料用のサジを使って少しずつ入れて調整していった方がいいですよ、はい、うん、久しぶりに赤田さん見たとか言ってね、いや弱そうな佐々木ビッグ何言ってんだよ、戦いとはこういうもんだよ。いやいやいや、無知なんかいらんわ、拳で十分だよ。昭和感がすごいとかかかってる。いやいやいや、ポロリは伝統で、こんにちは、はいこんにちは。まあ面白かったんですけどね、はいはいはい、うん、こんなんでもアニメのモビルスーツが実際に手に取って遊べる嬉しさったらなかったって。そうだな、確かにそれはあるよね。箱絵のようなポーズは取れない、キューキットって。こういうポーズは取れなかったですね、これね。いやいやいや、ブルー、さっきのね質問なんですけど、クリアブリーンにクリアグリーンを混ぜてこれにねシルバーを足していくとね、またねちょっと彩度落ちるんですよ。シルバーの粒アルミの粒子が入ってる関係、どうしても暗い方へ暗い方へ落ちていくんでね。だから混ぜるんじゃなくてシルバーをベースに塗っておいて作ったそのブルーグリーン系のクリアカラーを重ねてった方がいいかもしれない。まあキャンディーカラーっぽい感じになるんですけどね。うん、砂に埋めて爆竹で博会で遊んだなって言われる。キューキットも、あでもキューキットもかっこいいなって言われてますよ。あ、ありがとうございます。いや俺が偉いわけじゃない。あ、映った。これでいくかな。え？聞こえます？なんかボソボソ。あ、じゃあこれで出てもらいましょう。なんか今赤澤君の声、赤澤君こんにちはでございます、ね、こんにちは。先ほどはなんか和訳者のうちに画面から消えちゃいましたけどね。これ音聞こえてるのかな、うん、僕マックスです、はい、はい、佐々木さんの指が入ってます。すいません、映ってる映ってる。編集カメラ指にこれ指がもうちょっとカメラこういうこと。すごいすごい原始的なそのテレワークになってる。こういうことだよ、もうこれでやるしかないんだよ。これしか、あでもいやすごいですね、はい、皆さんこんにちは、そっかグフあれですね。でもやっぱ球さ佐々木君すごいよ、球グフ人気すごいです、はい、今見てもなかなかかっこいいですね。そうっすよ、そうっすよ、箱絵のようなポーズを取るために脳内補正するんです。あとは口で効果音を忘れあいつがグポーンをやらないといけない、ね、いやお久しぶりです。赤澤さんこんにちは、手動2画面とか言われそうか、もう一個携帯があれば川口さんとか対応できるんだ。Qキットも取り付け位置と角度を調整すると結構良くなります。これどこ入ってんのか。いや入ってますよ、入ってますよ、うん、チャットでいいんじゃないですかね、まあ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 、まあまあ、一応これで出演ということですから、水曜どうでしょうみたいなテレワーク、カメラでスマホの画面撮影してデジタルなのかアナログなのかわけわかんないとか言われて、すげえスーパーアナログだな。いやいや僕の腕が持つまでやりますよこれ。赤田さんお元気そうで何よりですって来てますね。ありがとうございます。これだと俺もスマホのカメラ自分で持ってるから落ち込めないよ。この後スマホごとエアブラシで塗られるんですね。赤田さん髪伸びましたねって。いやすごいな、まあ、というわけでね、はいはい、まあ、すごいアナログな何をやってるんだかよく分かんない番組になって本当はね AMK のトムキャットやりたいんですけどね。いやなかなかねそこはやっぱカチッとやりたいとこではありますからね。あれ見えない AMK で見える見える、心の目で見えるよ心の目でそう。いやマスキングゾルでリペイント跡とかも全部やってますよ今回。おお。ちょっと質問が来てまして、はいはい、水性 UV カラーのクリアカラーで色の元のような使い方はできますかって。まあシアンとイエローとマゼンダですが基本的にはできますよ。こう3色をね混ぜ合わせていくことで作れます。それがはい、スマホスタンドないんかいというね。
G は川口さんのことですかって、そうです。そうです。GT の G です。さっきはね、なんかね、来てポルゴとか言われてたけど、もうかっこいいっすね。MK、MK で A 型出たら作りますか。まあ、あまあまあ、トムキャットは飽きたかなみたいな。俺今長谷川のトムキャット作ってます。なんかね、まあ、なんでまたそんな苦労。いやカオスなもんね、ネタにできそうなシチュエーションですねって言われて、いやそうだ。カオスではね、いくつかネタにはあのしましたよ。来週はスマートスタンド導入かなって言うの。Google ストリートビューとかで、ね。ああ。そうか、来週はあれか、カメラ2つにして、2つ目のカメラをこのスマホで参加する人の画面を撮ればいい。いや、うちがそれはうちが配線を太くすればいいわけです。めっちゃスーパーなる。質問、カーモデルの研ぎ出しはどうしてますかという質問を今いただいたんですが、これね、まあこういう質問をいただいて言うのはなんですけど、例えば最近ラッカーのクリアの質も上がってましてですね、あの基本例えば吹いて綺麗に光沢が出てんだったら研ぎ出しは基本やってないです。だからもちろん部分的に例えばザラついたとかそういう場合が出た場合はコンパウンドを使って指研ぎで表面処理してますからね。でウレタンは最近ほとんど使ってないですね。だからそういう方向で吹きっぱなしでテラーンとなったら研ぎはほとんど入れてないです。質問です。タミヤのラッカーでオレンジを吹いてその上から同じくラッカーの黒を吹いたら弾かれまくったんですが何が原因なんでしょう。弾かれた、ラッカーでオレンジを吹いて同じくラッカーの黒、同じラッカーですかね。そういうあれ弾かれたっていうのはその本当にこう油にがついて塗ったみたいにムラムラになったか、それとも例えば隅に溜まっちゃったとか、隅に溜まっ黒が溜まっちゃうような症状であればそれは多分希釈しすぎだと思うんですけどね。通常それは本来出ないようなあれですけどね。まあ、ちょっと赤点とおしゃべりして、はい、しましょうか。これ難しいよ。難しいんで、ここのさ会話とさ動画から聞こえてくる会話がタイムラグタイムラグあるしね、はい、じゃあもう動画の方をオフってこっちだけに今ちょっとしたんですか。はいはいはい。あとまた質問をいただいてましてですね、レシピロケを中心に制作しておりますが最近は原容器にも挑戦したいと思っております。そこでトムキャットファントムそれぞれ入門キットを教えていただきますが4872どちらでも結構です。まあ最近だとトムに関して言えばやっぱ48だったらタミヤさんになりますね。でちょっと凝った作りになってくると MK のともおすすめでございましてね。で72に関してはですね本当にこう気楽にパカパカ作っちゃうってなかなかちょっと手に入れにくいんですけど、富士見のね72が作りやすいんですよ。 あとファインモールドさんのもね新しい、あれも新しいやつもいいですけどね。だから、まあ、それもね配信でね我々やりましたからね。でファントムに関してはまあ、今度ねまたあの改めて紹介です。今度あの新しい72分の1のファントムがね出ますので、それをね私のこの番組の方でも紹介をやりましょうやりましょうということになってます。今年は今年後半はね多分ファントムイヤーではないかというね声も出てますね。あの先ほどの弾かれたという感じでね、攪拌が足りない、そうですね、上積みで吹いちゃったとかちょっとね症状を見てないので一概に何とも言えないんですけどね。あとで赤澤さんちの建物の田んぼをやってとか見たら面白すぎるとか言われてました、うん、まあまあ本当はね、はい、川口さんには繋がないの、はいこんにちはこんにちは、まあ、赤澤さんが終わったらやります。赤澤君質問来てますよ。その部屋が制作部屋なんでしょうかって。ここで作ったリビングで出してるんですけど、はい、今今パソコンの前にその隣が昔は作業スペースだったんですけど、そこに今アクセスできないです。だっても物がすごいんでしょ。だって、ものすごいです。144分の1の原用戦闘機のプラモデルたくさんもらったので140は難しい、いや逆に難しくないんですよね、はいはい、だからまあ省略されてるところも多いんですけども、作るのは楽だと思う、まあ、キットにもよりますけどもね。
だからまあコクピットなんか本当例えば極端なし真っ黒塗っちゃうとかそういうやり方でもいいと思います。難しくはないですよ、うん、まあまあまあ、あの赤田さんと話するとしたら、まあ、本当はねホビーショーがもうすぐあったわけなんで、うん、まあ残念なことが多いんですけど、まあそうですね、はい。あとまたします。ガイアカラーにクアトロポルテの溶剤をエブラシして乾燥後にひびが入った波打つようなギザギザが出た。これ私ねクアトロポルテ使ってないんで何とも言えないですけど、結局その元々のガイアの塗料とクアトロポルテを使ったことによって塗料のその表面から乾燥する乾燥のあれが違うと思うんですね、時間が。それであの顔料の下の要はガイアカラーの方がクアトロポルテの方が多分収縮してると思うんですね。それ引っ張られちゃって割れちゃってると思うんですね。だから田口さんに言われましたよ、うん、あのフィニッシャーズのシンナーと他のクリオスのシンナー混ぜない方がいいよってやっぱり、うん、ガイアカラーも多分だからちょっと相性があるんでしょうね、そこはね。うん、だから通常のシンナーに戻してみて、例えばガイア用のシンナーあると思うんですね。だからそっちを使って出ないんであれば、まあ、そっちを使うのがベストだと。クアトロポルテの、ね、シンナー非常に、光沢塗装にはいいとは言われてるんですけどね、はい。タミヤの白を買ったんだけど沈殿してしまいました。先ほどのねあのムラが出ちゃう攪拌不足で弾かれたことが何回かあるって方がいらしてるんで、それが原因かもしれないですね。やっぱガイアにはガイアの溶剤ですかね、まあ、基本的にはねそれが一番相性はいいとは思いますけどね。だからやっぱりそういう塗装するときって一回テストは必要だと思いますよ。大丈夫だろうか、例えばスプーンなりプラ板でねこう拭いてみて、それで問題がなかったら例えばボディの塗装に移す。やっぱボディ塗っちゃってからあーってなると全部一回落とす必要が出てくるんですね。それでじゃあ赤田さんと話締めましょうか。そうですね、はいはい。まあこういうアナログな、アナログなちょっと状況。赤田君また後ほど。腕が辛いというわけでちょっと腕を休めてください。AMK のトムキャット終わらしたいんですけど、まあこういう感じなんで。はい。はい、そうですね。本当にもう AMK のトムキャットすげえめっちゃ頑張ってやってるのに見せたいの。だからやっぱこれリモートでやるのもったいないんで、ちゃんとね、あの宣言が解除されたらやりましょう。ね。はい。解除されるそうですね、すごいボケボケで映ってるからそれを細かく塗って映って言われても分かんない。そうですね、めっちゃ頑張ったのにこれ。だからまあまあ、 あの配信再開、本配信再開の時にそれやりましょうね、6月、うん、本当もうこの画質だったらもうあれですよ、立ち組みしたコアブースターでいいから、ね、あ、これは編集長宛てでしょうかね。久しぶりのキュッと、あーコアブースター。今月号の特集でシンナーの使い分けやついろいろな手でやってほしかったわって来てますけどね、これはまあ編集長がいただきましたとか言いそうですけどね、はい、じゃあとりあえず赤田さん、はい、またそうです、ね、テストしてまたやりますんで、これじゃあチャットで、はい、あの川口さんに回してあげてください、はい、ってると思う。ちょっと休憩したら川口さんやります。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。また質問です。やっぱ、最近水性塗料を雑誌などでよく紹介されるのを見るようになったのですが、今はラッカー塗料水性塗料の方が性能は良いので、性能がね良いというか、はい、あの色数が増えたりとかですね、はい、してまして、その昔は水性塗料って色数が少ないとかね、はい、あったんですけど、はい、だからほぼまあどっちを使っても問題がないレベルになってます。またこれが僕がね今塗ってるトムキャット、まあこれ AK の水性ですよね、はい、だからこれがね水性の中ではアメリカ海軍機塗るのはこれが一番いいです。あ、私もねだからあの例の AK の普通のバージョンとか、はい、あとはまあ、はいはい、ファリフォー含めてね、はい、そうなんですか、じゃあちょっとこれはこれでいただいておいて、まあそういうことでね、だからいい悪いどっていうか、まあだから例えばまあ私なんか昔ながらのね、あのラッカーの人なんでラッカー使える環境であれば、まあ、そこは自分の相性とかあれもありますね、うん、あ、柳さんお疲れ様です。タミヤのパワーパネルコンプレッサー低圧の調整が微妙なような聞きましたが、いかがそんなことはないんですけどね、ちゃんとレギュレーターついてますんでレギュレーターで調整をしてやれば問題はないですよ。ここはピアシンナーでしょう、私はファルホですが、あファルホピアシンナーはまあ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 、やっぱそれに関してもやっぱテストはした方がいいです。やっぱ相性ってあるんで、うん、はい、赤田さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、ね。
水性帯カラーを使用したハンドピースを丸ごとフェザーにドブ塚にしたら、いや、あの水性帯カラーはですね、結局あの例えばツールクリーナーとかでやっても中でゲル状になっちゃうんで、ドブ付けしても絶対取れないので、はいはい、全部ブラシで掃除しなきゃいけなくなりますからね、気をつけてくださいね。はい、質問です。グリーンスタッフワールドの塗料をポチったんですが、はい、グリーンスタッフワールドって私知らない。グリーンスタッフっていうのはあのボトルはファレホと一緒で、あの MS モデルさんが使ってるやつで、あのクリーチャー系とかそういうなんていうファンタジー系に特化したセットが販売されてる。ごめんなさい、私はこのグリーンスタッフワールドのドル使ったことがないんで一概に、はい、ファレボ系と同じであるならばちょっとエアブラシだとしんどいかもしれないですけど、だから溶剤を、これ使ってないからね、あのいい加減なこと言えないんですけど、ちょっと厳しいかもしれないですね。そう、浸水性帯カラーに特徴、これは私も前回も前々回もね、はい、口を酸っぱくしてFS 系のカラーとかどんどん出してほしいのね、僕もね、浸水性帯カラーのエアクラフトグレーでトムキャット塗ったんですよ、うん、ただのイーグルの色だから微妙でしょ、なんだから、だから作るの難しいんだよこの色は。だからこの AK のカラーで最後やってバッチリでした。赤澤君来てますよ、高画質で見たいです、赤澤号。それから、こんにちは、マークセッターとマークソフターの違い、はいはい、これマークセッター軟化と書いてある、マークソフターは軟化専用なの。あのですね、これね、こう何度もやってるんですけど、セッターは軟化プラス接着剤、つまりあのデカールの糊の成分も入ってるんですよ、はいはい、だからまあ要はブレンドされてますよ。でグリーンの方のソフターは軟化剤です。で考え方なんですけど、ソフターはすごく強いと思ってください。でセッターはマイルドだと思ってください。で基本的にはソフターの方はデカールと結構相性があったりします。あの某 T 社さんとのデカールとは意外と相性が悪くて、デカールが溶けちゃったりとか崩れちゃったりしやすいんですね。で一般的にはほとんどのものはこのセッターでいけるはずです、はいはいはい、で例えば3次ボールみたいな3次局面にこうどうしてもデカールを貼るとか、こう表面がデコボコしたところにデカールを貼りたいなんて時に、ストロングのソフターの方を使ってあげるといいと思います。でそあとソフターは使ったら綿棒でグイグイこすったりとか NG です。あのグズグズって崩れちゃったりする。だからやってもドライヤーの温風で炙るぐらい、そういう感じでねしてあげて、本当に強いので、ソフターを使う場合は事前にやっぱデカール使わないデカールとかでテストをねしてあげて、こうなったらどうなるんですか、こう浮いちゃう感じ。これはセッターソフター、貼った後にソフターで溶けるかなと思ったら溶けなくて浮きました。浮いた、はい、こういう場合は、まあ、今言ってるのはちょっと分かります。ここのリブが走っててそこの前デカールがテント上に浮いちゃってるんですね、はいはい、でこういう場合はですね、よくやるのがあのこういう、まあ、あのエバージョンニードルで何でもいいんですけど、こういうニードルでまず空気を逃げる穴を 2,3 箇所こう開けてあげます。ちっちゃい、要は目が見えないような穴でいいんですよ。で内側にセッターが入るようにして、でここに今開けた穴のところにセッターをこう塗ります。でしばらく置きます。そうすると裏側にこうセッターが回り込んでデカールがもう一回柔らかくなるんですね。今ちょっとねこれでね、よいしょ、今日は用意して、でドライヤーでちょっと温めながら炙ります。お水を持ってきてなかった、ちょっと。でこう空気が逃げる穴も開いてるの部分でセッターが今内側にこう入ってくるんですよ。それでこうギュッギュッギュッてこのモールドにこう馴染むように押し付けてきます。もうちょっとかな、これまだクリアかけてないでしょ、かけない、ちょっともうちょっと置きますね。そうすると一回デカールが、いやこれクリアかけちゃったらダメなんですけど、あのデカールが柔らかくなって、馴染みます。おっしゃる通りで、マンガソフターは軟化専用なんです。デカールのりの成分は入ってないですから、気をつけないとこうちっちゃいコーションマークなんかね浮いちゃったりしますから、そういう場合はまああのセッター使うとか、あとタミヤが出してデカールのりとかね各社出してますんで、そういうのをこう一緒に併用してあげるといいと思います。
ね今。その場合ってその貼るときはそうやって浮いたら開けて対応すればいいんですか。そうだからできれば貼った直後やった方がデカール硬くまだ柔らかいので。これがねカルトグラフで20年もの全然、ね、やっぱちょっと硬くなっちゃう、ね、ちょっと硬くなっちゃってる部分は。カルトグラフシーマっつってもやっぱ20年経ったらダメなんだなってあのフィルムが劣化してくるからね。水から水につけてもいい。ほら、わかります今これだけほら。ちょっと斜めぐらいにしてもらっていいですか。ああ、はいはい、大丈夫です。で、今周りに少しセッターの白いシミが残ってるじゃないですか。はい、これ上からクリアかけちゃうと消えちゃいますから。はい、大丈夫。だこういう形でちょっとデカールが浮いたとか、テント状になったようなところは、後からリカバリーはできます、はい。ありがとうございます。じゃあ家でもう買ってはい。またなんか質問が今来ました、はい。銀塗装にリアルタッチマーカーで墨入れできます。できますけどもリアルタッチマーカーで墨入れするときって綿棒で擦るじゃないですか。だから気をつけないとあの銀の表面にね擦り傷つけちゃうんでちょっと慎重にやる必要。だから薄く本当にねこうシュッシュッって感じで軽くクリアをかけた後やった方がいいかもしれないですね。銀の種類でもねちょっと変わってくるんですけどね。先ほどの青の質問ですがダメ元でタミヤのビンラッカースモークを全、はあ、あ全何入れしたって書いてるの全量入れたらなんていうことで理想のカラーになってやんのって。うまい具合に色ができたというまあそれは何よりですね、はい、エプロンについた島之助の気がする。今ね缶毛器なんでもうトマがブワ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 抜けるんですよ本当に。タミヤのパワーコンプレッサーは低圧の調整が微妙なような噂を聞きましたがいかがでしょうか。そういうのちゃんとレギュレーターついてもそんなことないですよ。ちゃんと下げて細かく調整できますからね、うん、タミヤの新製品スーパーハードスーパーハードクレオスとのスーパーハードの何なんクレオスとの違い気になります。軟質キャタピラでプラ素材を溶かしてしまうものを防止するには軟質キャタピラでプラ素材を溶かしてしまうものを防止するにはって要はん要はプラを溶かしちゃう軟質素材があるってことですかっていうことなんですかね。まあ一回プライマーで止めるとかタミヤさんが出してる ABS 用のプライマーをふけて直接接触しないようにするということだって思いますけどね。これ読みました。水性ホビーとアクリジョンは何が違うか。で、アクリジョンは、はい、いうところのエマルジョン系のゴムっぽいやつ、ね、ゴムっぽいあの、はい、塗料なんですね、はい。で、水性ホビーからのは通常の顔料に水性のメジウムで溶かれているものなので、はい、でエマルジョン系のメリットとしてこう伸びがいいとか、はい固まった後に非常に硬化するので、例えば、はいコンパウンドで研ぎ出しとかそういうのもできるんですけどね。はい、だからあとまあ色全く匂いがないとかあるんで、はい、だから筆のリメインでやってる方にはアクリジョンなんかはおすすめです、はい、使いやすいのでね。ただ若干エアブラシなんかで使うときに濃度調整がすごくシビアになるとか、ね、乾燥が遅いといった違いがね、はい、出てきますんでね、はい、浸水性ホビーカラーに本当先ほど言われた、ねね、特色が出るとベストになってきますね、うん、はい、こんにちは。質問です、はい、バイク HCR のカーボンデカーラーってそのようにクリアラッカーを拭いて研ぎ出しをしたいので注意点あります。さっきも言いましたけど HCR のカールなんかそうです。結構エッジがかなり立ってるんですね。でやっぱ研ぎ出しをするときにエッジの部分を気をつけないと下のデカールもろとも削っちゃうっていうのがあるんでね、うん、デカールにラッカーもたっぷり心配で。だからそのクリアを拭くときもねいきなりブワーってかけると絶対デカールいきます。だから薄く俗に砂拭きとか荒拭きってそれで3回4回重ねて完全に乾かして1回クリアのバリアを作ってその後にちょっと厚めに今度はかけていってツヤを出して本当にしっかり乾燥時間を取ってください。1週間ぐらいで完全に乾かしてそれでコンパウンドで研ぎ出す時は前も言いましたけどこういうティッシュとかクロス使わないです。指でやります。指でやると例えばこういうのかけた時こうエッジこうクロスでやるとこうかけちゃうじゃないですか。こういう風にねじゃなくて指であえてエッジの部分は避けるとつまりこう下が剥げて出てくるようなのを避けながらこう指でやってやるとコントロールしやすいと思いますよ。
今日の名人羽織マツコデラックスみたいな。なるほど。ちょっと今日肌寒かったんだね。ああ、ね、これ読みました。質問です。初心者なのですが、戦闘機や対戦機などの、はい、コックピットのマスキングがよく分かりません。教えていただけますでしょうか。マスキ後でちょっとね、はい、その辺はやります。質問で教えて発言名人でもありますね。そちらいっぱい来てるんでちょっとそちらを、はいはい、じゃあこれ上から俺が読んでいきますか。はい、あ、読んでいただける、はい。名人に質問です。飛行機模型の機種に重りを入れ忘れてコックピットの足元から入れていったらうまく固定できず中で転がってカラカラ音がします。機種に穴を開けて新着を流し込むしかないでしょうか。それはそうなんですけど、新着気をつけてください。あのサラサラ使うとサーッと流れていっちゃうんで、特にキャノピーなんかつけてあったら、あの新着は使わない方がいいです。キャノピー内側から白く曇ります。だからまあゼリー状の瞬着とか、あとはできればまああのホット、うん、ホットミルトのあればいいと思いますけどね。はい、ね、うん、そういうそれはカラカラ音がしちゃうって、まあ、まあたまに私もこうあってのはありますけど、だから、はい、あの機種に無理くり入れるんじゃなくて客収納部の内側にね、こう薄く切った鉛の板を入れたりとか、はい、そういうので対応できるとねいいんですけどね。はい、はい、次、はい、プラモ作りと関係ないですが、長谷川さんが最初に作ったプラモデルは何でしたか。私は抽選プレゼントで当たったゼンマイで歩くガメラでした。あのね、記憶ないんですよ。ただスケールモデルではい、はい、ね、ちゃんと作った記憶が残ってるのはタミヤさんの50分の1の飛燕なんですよ。はい、ただ当時ですから、はい、あの色もね、はい、ほとんどこう塗らないで、ただそれ以外にも当時の俗にキャラものとかそういうのはいっぱい作ってたし、そういうのもいっぱい作って、何を最初にっていうのはねほとんど記憶がないんですよね。なんか作りまくってた記憶があるんですけど、ね、そうです。僕もあんま記憶ないですね。日物30センチかもしれないですね。あ、でもあれはもう70年代だ。60年代の60年代で結構三つ葉のね、例えばピーナッツシリーズとかあの辺もガンガン作ってたし、 LS とか、はい、あ、日モとかあの辺のバンバン作ってた気はするんですけど、なんかこうすごくインパクトがあったのはそのタミヤの50分の1の飛燕がっていうのがありますね。はい、次質問です。エアブラシの細拭きをするときボタンを少ししか押さない、過去全開にしない、はい、と聞きます。なぜ細拭きになるのか理解できません。はい、後ろのネジを締めるのは理解できます。エアブラシの細拭きをするときボタンを少ししか押さない、結局そのボタンを押すって要はこうちょっとたまたま今これがあるんですけどね、はい、エアブラシの中でこう針が入ってるわけですよ。はい、これがこう動いノズルにこう動いてここにテーパーがついてるじゃないですか。はい、だからボタンをいっぱい押すってことは針がこう下がるわけですね。はい、ってことはノズルとの間に隙間がいっぱいできるわけです。だからトレがわーって空気と一緒に出てくる。で少ししか引かないってことは針が少ししか動かないからここの隙間が少ないわけですよね。だから塗料が絞られて吹くわけです。はい、だからこう一般的にこうあって、僕なんか例えば通常の面塗りでもせいぜい3分の1ぐらいしか引かないです。で面ではなくてこう線で塗っていくっていう風にしてるんですね。だからなんか下塗りとかなんかでブワーって塗る場合はこう全開でね、こう分かります、先端でほら針が動いてるの。ちょっと待ってください。こうね、うん、だからまあそう構造的にそういう構造になって、例えばトリガータイプでも一緒です。トリガーを引けばニードルがこう後ろに下がる、で下がるってことはそのノズルとのニードルの隙間が開くわけですから、それでトリガーがたくさん出るわけですからね。はい、どんどんこっち質問いきますか。はい、いましたね。はい、ちょっと待ってください。ありがとうございました。質問です。メッサーシュミットやスツーカなどのドイツ機の黄色い部分の塗り分けですが、機体基本色を塗ってから黄色を入れた方がいいのか、それとも影拭きをして仮面色の水色、黄色、機体基本色のグリーンの順なのでしょうか。よろしくお願いします。そこモデラーさんによってもいろいろ言って、例えばベース拭いてやっぱ黄色って隠蔽力が弱い色なので、最初にまず黄色塗ってしまって、でそこをマスキングして機体色を入れていく方もいます。私はそうじゃなくてもうトーンは全部塗っちゃいます。まあ迷彩塗装ですね、終わらせて、でさっき言いました黄色は隠蔽力が弱いです。でマスキングをして一回下に白を入れてから拭きます。でさっき言ったあのシェードの黒なんかを入れてる場合も、黄色のところだけ後からちょっとね上から入れ直すような形にしますけどね。まあ、どんどんいきます。はい、半光沢で塗った飛行機に貼ったデカールの段差を消す方法を教えてください。クリアを厚塗りしても消えません。特にミサイルの帯や交渉マークなど小さいデカールのところです。
車のように研ぎ出しをするしかないのでしょうか。基本的にはそうですね、一緒です。うん、だからまあ私もそうですけど、例えば下地に1回クリまああのデカールある前の下地もセミグロスかクリアで仕上げて、デカールをやってその上からクリアをかけて、でまあ研いでまたフラットクリアをかけるかっていうところ。ただ最近のキットはね、デカールやっぱ薄いので、そんなにね段差気にはならないんですね。例えばさっきこれカルトでしょ、これなんかもそうです。これで上からクリアかけたらそんな段差はほとんど出ないと思いますけどね。古いキットだとね、デカールの質が厚くて、でこだからその場合もエッジのところをこう綺麗に研いでいく感じですからね。これはね、水性のトップコートでも同じですか、あのプレミアムトップコートで。ただトップコート研げないです。ああ、そっかそっか、うん、あの下であっという間に出ちゃうんで、やっぱ楽観になりますね。はい、次ですね、はい、長谷川名人こんにちは、いつも楽しく拝見します。ありがとうございます。質問ですが、アメリカ海軍のハイビジの仮面などにおすすめのムラの出にくい水性のホワイトがありましたらご教授お願いします。水性のホワイト、はい、だからね、そこはね、まあこの AK とかその辺の白は割と隠蔽力高いんで、ああ、おすすめですけど、基本的にやっぱあの水性はラッカーに比べるとどうしても隠蔽力が弱いので、うん、あれいいですよ、あの新水性ホビーカラーの艶消しホワイト、そうですよね、ミスターカラーの新しい新水性ホビーカラーの白はいいですよ。あれは確かに隠蔽力普通のより強いから、全部いいです。だから僕なんかラッカーでもやるんですけど、やっぱ例えば FS 系の白にしても隠蔽力が弱いので一回普通の白で下作っちゃうんですよ。例えば GX の白とか、これラッカーですけどね、で最後にそのちょっと黄色っぽいその FS 系の白とかを入れていくので、だから例えばまあ、水性の新水性カラーの白でわーっと下地を作っておいて、最後にこうベトナム系の白とかそう FS 系の白を重ねてあげるといいと思いますけどね。どんどんいきましょう、はい、いろいろありすぎて迷っちゃうと。まずはうまくできるキャノピーマスキングのやり方を教えてくださいと。これは後でやりましょうかね。ナナイちゃんが来た、こんにちは。と皆さん、ナナイさんこんにちは。ナナイちゃんの今ね配信が面白い、ね、あの YouTube のプラモあるあるが、はいはい、アニメーションのやつ、はい、どんどんいきますよ、はい、こんにちは、いつも楽しく拝見しております、はい、早速ですがゴム履帯の保管方法について質問です。久々に開けた古いキットのゴム履帯がカリッカリのボロボロで触れただけで粉々になりました、はいはい、長期保管で効果的な方法があればご教授お願いしますと、はい、古い例えば車のキットでのタイヤがね溶けちゃったとか崩れちゃったとか、はいはい、あのね、ゴムってプラモデルで使ってるゴム素材って、はい、オゾンでやられるんです。つまり オゾン空気中のオゾンで、ああいう化学変化を起こしてボソボソになったり、こうブツブツに切れちゃう、タイヤなんかもこうえぐれたりえぐれ、ね、なっちゃうん で基本的にだから空気を遮断するんですけど、はい、あのビニールとかあのかけちゃうとそれに今度くっついちゃうんですよ、表面くっついてますね。だからあのこれカーモデラーさんから教わったんですけど、車のタイヤなんか保管するのに一回アルミホイルでくるんです。でアルミホイルの上から今度サランラップをかけて完全に空気を遮断してやるとあの劣化は防げます。あと紫外線もダメなので、だから光当てちゃダメですよ。ただ一回もその劣化しちゃったものは元に戻らないで、であともう一つ、そ近々作るんであれば本物の車用とのタイヤワックス、ああいうのを塗っといてやると若干ですけどやっぱ空気遮断されてコートがされますんで、キャタピラはね特にやっぱ引っ張るんで切れちゃうんですよ、うん。参考になりました、はい。次ですね、質問です。妖怪パーツ革新に連れて行かれたパーツは今元気でしょうか。はい、本題です。廃液を溜めたボトルの中はラッカーやエナメル、アクリルの溶剤やパーツクリーナー、タフ塗料などいろいろな、はい、ものが溶けてますが、はい、筆を洗うとすごくきれいになったり有効な活用方法がありますか。ないです。ないですと。でやっぱそういうのであの混ざってるからあるんですけど、やっぱ顔料とかのこうドロッとしたこうゲル状になっちゃうんで、筆傷みますよ、気をつけないと、はい、やめた方がいいですね、はい。どんどんこれ紹介しましょうね、はい、教えて質問を、質問です。旅客機の主翼が垂れないように桁を入れたいんですが、はい、主翼側の穴をうまくできませんと。コツがあったら教えてください。主翼側の穴をうまくできません、つまりこう桁を自分でつけて入れたら合わせらんない。合わせじゃん。あのこう桁を入れるときにですね、一回左右仮組みしたときに、例えばあのラッカーでもアクリルでもいいんですけど、要はマーカーでこう穴開けたときに塗料塗っとくんですよ、はあ、で左右合わせてこっち側にも塗料がくっつくんで、そこの部分を穴を開ける、はあ、でまあ穴も
理想はピタッと合うのがいいんですけども、若干ある程度ね 0.5 ミリは大きめに開けてやって、テーパーをつけてこう貫通させてやれば、でそこをエポキシなりで固定してやればねいいと思いますけどね。次行きます、はい。長谷川名人こんにちは、質問させていただきます、はい、最近エアブラシ塗装を始めて新しい水性ホビーカラーを使用しているのですが、はい、塗装後十分に乾燥させてから組み立てなどパーツを持っていると指紋の跡がついてしまいます、うん、考えられる原因と対処法がありましたら教えてください、うん、乾燥時間の不足だと思います。そうですねあのやっぱ水性カラーはどうしても乾燥が落下に比べて遅いので、特にあのビッグカラーなんかもそうなんですけど、やっぱ当たり前ですけどとりあえず表面から乾いていきます。だから表面からこう乾いてね、あ乾いた乾いたってこうやって触って大丈夫だと思っても内側がまだ乾いてないんです。でこう指で持ってると内側にまだ下の溶剤が揮発してきてね、体温でまた柔らかくなっちゃう。それで指紋がついちゃうんで、やっぱでまあ今回もさっきちょろっと使いましたけど、ドライヤーは有効ですし、できればやっぱり一晩ぐらい、そのエアブラシだとそんな厚拭きにはなってないと思うんですけど、塗膜が厚くなればなるほど乾燥には内側がこう溶剤が抜けにくくなりますので、十分時間を取ってあげてくださいってことですね。だからあれですね、やっぱ乾燥ブースがあるとねいいと思いますね。ドライヤーを使われるとね、はい。名人こんにちは、はい、飛行機模型は全くの門外観ですが、はい、名人から見てこれは作って感動しろという飛行機キットがあればぜひ教えてください。最近飛行機模型にも興味が湧いてきているところです。これは作って感動しろ、感動しろですか。エアウィックスの24分の1の台風ですね。台風ですか。あれどう感動しろ、かっこ作れるものなら作ってみるみたいなところもありますから、ね、あれまだあるんですか。あれね、今あの前最初に出た後期型はもう絶版です、はあ、で今カードタイプの前期型が出てますね。火星印って今持ってるんですか。ありますよ。 あ、 あるんですか。あります。アトリエに置いてあります。ただ、まあ、飛行機やったことがないっていう方が作った、多分あの感動するやつか、感動する前には多分暴れると思うので、やめたくなるでしょ、うん、だからまあ例えば原用機とか対戦機、対戦機なんジェット機もそうですけど、入門で作っていこうと思うんだったらやっぱタミヤ系がね、マスターの P51 とかですか。そう、最近のあのメッサーとかね、とか G6 とか、あの辺もいいキットですよ、すごく。現用だったらトムキャット、ね、やっぱトムキャットですかね。はい、じゃあ次いきます、はい、24分の1のカーモデルの時出し時のボンネットピンの対処法についてと、エンジンルームのパイピング方法について教えてください。どれくらいのパイプまでプラモデルとして表現しますかと。だからそのプラモデル用のパーツとして出てるものってやっぱそんなに細いのないんですよ、はい、だから例えばまあホームセンターなりで細い溶白線とかそういうの買ってきたりとかありますんでね、はい、そういうのを使い、こういろんなハイブリッドでいろんなものを組み込んでいくことで、まあ極端に細い、はい、変な話、まあ、プラグコードも多分市販のものだとかキットに付属のもの全部太い、例えばバイクのキットなんかもそうですけど、どうしてもコストの問題でね、例えばあのアクセルワイヤーとかブレーキワイヤーも全部同じパイプなんですよ。実際そんなことないので、はい、だからまあ模型用として出てるんですけども、まあ、そういうのを使うとか、まあ、あとホームセンターで今言ったように細かい例えば銅線真鍮線とかを自分で用意、あと人によっては普通のこういうあのコードあるじゃないですか、あれをばらして中の金属線を抜いてそれでっていうやり方もしますね。だからちょっといろんなものを使ってみていただくとね、再現はいくらでも細かいことはできるんですけど、ただしやっぱり模型的な見栄えってあるじゃないですか、はいはいはい、本物が遅いから、極端な話ね、今カーモデルとおっしゃってたじゃないですか、24分の1の車のドアラインとかボンネットのラインっていうのも本物のラインの太さを24分の1で髪の毛より細くなっちゃうんですよ。 そうですね、したら塗装したら見えなくなっちゃう、だからある程度ディフォルメが入ってるわけなんで、はい、その辺もエンジンルームのプラグコードにしても何にしてもある程度模型的な見栄えを考えたサイズで作ってあげるのって大事だと思いますよ、はいはい。次ですね、エアブラシ用に塗料を希釈する際に、はい、目分量で希釈するのに何か良い方法はありますか。私は調色スティックでちょんと塗料を置いた時にスッと広がるのを目安にしています。それでも吹いてみると失敗することがたまります。だからそれは簡単で、私も目分量でやってますけど、はいはいはい、必ずあの試し吹きプラ板なりで何なりでね、シュッシュッってやって、で粒が飛ぶようであれば濃いな、じゃあもうちょっと溶剤足そう、で穴が流れちゃうなと、じゃあちょっと薄すぎた、だからその自分の感覚をつかむのも今垂れるぐらいっておっしゃっていいと思うんですけど、必ず試し拭きを、例えばそうなんですけど、夏場は気温が高い、冬場は気温が、それで同じ濃度でも変わってきますからね、だからそういうのもあるんで必ず試し拭きを
するっていうのがポイントだと思います。はい、はい、大した質問ではないのですが、はい、ミスターセメント S 流し込みタイプの、はい、蓋についている筆の先が割れて広がっていて使いづらい状態です、はい、簡単に筆先をまとめる方法はないでしょうか。あのまとめるよりも今筆先あのこの間古谷さん筆先だけのセット出しましたんで、ね、はい、それに付け替える、もしくは私はそうなんですよ、通常のこういう細い面相筆で、はい、こう接着剤をね、はい、塗るって、だからこうおっしゃってる多分この先っちょがね、はいはいはい、こう広がっちゃって、だから普通の図でこう接着剤使います。これでこのツーツーって塗ってあげて、使い終わったらこう乾かして指で軽く揉んでやれば元に戻りますから大丈夫ですよ、はい、もしくは別部別部の付け替えてあげるっていうね。次ですね、フィギュアの改造での筋肉の盛り方が難しい、もっこり持ってから削るのがいいのか、少しずつ持ってイメージの肉付けに持っていくのがいいのかわからないです。アメ車のプラモデルの横に立ってもらう女性のフィギュアの方にゴールドジム系に行ってもらうのでという。ゴールドジムなんか潰れちゃいましたけどね。潰れましたね。そこはあの作り手の方のね、はい、私はあんまりフィギュアの会社やらないんですけど、はいはい、割と例えばこう腕をカットしてこう作るの、はい、ここパテでこう全部持っておいて、はい、そこをこう削ってって調整していく感じですね。そうですね、あのカルビンタンのですね新しい DVD に結構そのヒントが入っておりますので、そこはね出たばかりです、はい、新鮮、はい、エポキシパテを使ってぜひご参考まで。はい、じゃあ次いきましょうかね、はい、筋彫りのコツやおすすめのツールはありますか、失敗が少ないやり方を知りたいです。おすすめのツールっていうか、例えばチゼルとかニードルとかいろいろあるんですけど、はいはい、いろいろ使ってみて自分で使う。でチゼルの弱点としては直線は得意です、ところが曲線は苦手です。チゼルはでニードルは逆にこう曲線をねテンプレート使ってグリ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 やるのはニードルなんかを使うので、そういうのはハイブリッドでうまく組み合わせていく。それとあとは例えば必ずまあそのガイドラインですね、テンプレートなり当てるなり、細いプラスチックテープを使うなり、そういうのが使ってやっていくことがポイントだって。あとは慣れです。失敗しないやり方っていうか、どうしたってこうはみ出たりとかします。そういうところを瞬着で修正する、パテで埋め戻すとかね。だからある程度場数をこなしていくとうまく使えるようになる。で長谷川のトライツールなんかであのステンレス製のテンプレートが出てますから、はい、最近タミヤさんも出しましたけども、はい、そういうのを使うとチゼルにしてもあのニードルで掘るにしてもこう穴がこう広がっちゃって、プラスチックだとどうしても一緒に削れちゃったりするんでダメなんですけど、そういうのをうまくね使ってあげるとうまくだん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 うまくいくようになると思いますよ。はい、ありがとうございます。次ですね、ピンク色の写真偵察用スピットファイアの塗装をしたいのですが、はい、下地色は赤色系立ち上げにするのか、サンド色ですね、サンド系の色に立ち上げするのか、どちらがいいでしょうか。赤にピンク塗ると本当に綺麗なショッキングピンクになっちゃいますから、あのサンド系を下地にしてちょっとくすんだようなピンクにした方が、あのピンクっつってもあのなんていうんですかね、鮮やかなピンクではないので、はい、なんかこうくすんだピンクなのでね、はい、あのはい、次ですね、空母艦載機など体色表現は基本色の上に暗い色から明るい色を塗装するのが良いでしょうかと、うん、そこもねご自分のやりやすいやり方でいいと思うんですよね、うん、明るい色に暗い入れる。で基本的にはなんていうんですかね、こうカーッて直射日光が当たって抜けていくので面で抜けていくんですよ、はいはいはい、で影になるようなところはちょっと元の色が残るので、まあ、あの暗い色先に入れて明るい色を重ねていくっていうやり方でもいいとは、僕は割とそのやり方をしてるのでね。で逆にこう明るい色塗っといて影の色にこう暗い色を入れていくっていうのを、それからやってみてね、なるほど50その一番効果的なやり方、あこっちの方がいいなって、それはケースバイケースになってくると思いますけどね、はい、最後の教えて発生のイメージですね、はい、質問します、銀塗装の上からデカールを貼るときに注意することがあるでしょうかと、はい、また貼った後デカールの方にクリアを拭く際方法は銀塗装の場合でもやった方がいいでしょうかと。で銀塗装の場合どうしてもあのフィルムが目立ちがちになるんで、できるだけこう余白のフィルムですね、例えば US ネイビーの、ね、あの文字の間のシルバーとかを貼った後にきれいに乾かないうちにこう剥がしてやる。でクリアをかける保護はかけた方がいいんですよ、やっぱり。ただ銀シルバーにねこうわーってクリアかけちゃうと銀の質感変わっちゃうので、普通のクリアを薄くこうふわっとのせる感じでね、軽く一層かけてあげるだけでもデカールの保護にはなりますから、そういうところですかね、ポイントとしては。まあ、これで終わりなんでね、書き込みの質問とかね、はい、今ねすごいこちらもねいっぱい、はい、タミヤの48戦車でスケーも初心者におすすめがあれば教えてください。
うん、どれ作っタイガーとかパンターとかね、あの辺は。現役だったらエイブラムスですかね。いや、現あのね、エイブラムスにしても、あの一丸にしてもみんな作りやすいですよ。作りやすいですよ、48は。うん。長谷川さんだったら何をおすすめしますか。48？ 48の。今回エイブラムスですね。エイブラムスね、塗装つまんないんで。ね、簡単、初心者ですから。だからエブラムおすすめ、おすすめですよ。あとタイガーワンもおすすめですけどね。あとね、今ね、ラインナップ外れてキングタイガーもいいですよ。あー、マークソフターは地雷と。そう、ソフターを定着させた後のネオシン使う程度ですかね。そうだから、やっぱデカールがね、溶けちゃったり崩れちゃったりする場合がありますね。はい、ノブトロンの開発状況は後で聞きましょう。タミヤの水彩アクリルを間違って落下シンナーで薄めてエアブラシに使っておりますが、問題なかった。裏技であるんですよ、はいはいはい、ちょっとただこれ混ぜすぎると今度はあの顔料分離しちゃうんで、はい、気をつけてください。自己責任になりますね。そうですね。これね、分かります。あのソフター使ってね、日の丸の出柄ってこう上からこすって日の丸が楕円になったって、うん、そういうことをやってしまった某自衛隊の基地の隊長さん いましたからね。日の丸が楕円にと、シルバリング直しですか。これさっきやった時で、ああ、そうですよね。で、彼が浮いてたんでね。HG ダンバインを素組みしてたら ABS のフレームがどんどん崩壊して心が折れます。フレームの台側は何がいいですかね。わあ、フレームの台側か。これね、素組みしてどんどん崩壊してくる。ABS のフレームだから結局ね、こうエナメルとか塗料が溶けちゃうんっていうか割れちゃうんですよね。だからね、そこを金属で補強するのがベストなんですけどね。ただ可動部品でやるとどうしてもすっぽ抜けたりとか、なかなかね難しいんですね。質問に書き忘れました。エアブラシのドブ付けはマジックリンですと。マジックリンもね、タミヤザアクリとかミスター水性は効くんですけど、塗料によってやっぱ効かないのあったりするんで、どちらにしてもやっぱ中きちんと洗わなきゃいけないので、はい、ドブ漬けの後捨て拭きをするとか、カップの中は筆でねちょっとこすってあげる必要あると思うんですね。軟化剤成分に警戒してタミヤのデカールのりを使ってた自分だから、こうデカールのりには軟化剤は入ってないので、デカールののりを単純に補強するためのケミカルですね。セッター品切れ気味で、あ、そうですか。何でもね今品切れ気味ですね。まあ、しょうがないんですけど ね今ね。先ほどの青質問ですと、ですがダメ元で、はい、これ先ほどあれですね、はい、ガンプラなんですが、ガンダム RX70 パーフェクトグレード塗装なしでも大丈夫。 PG、まあ、PG も基本的には色プラなの で、まあ、簡単フィニッシュっていうね、まあ、あの基本的にはあのプラのそのなんていうかプラスチック独特の成形色になるので、一番簡単なのは組んで、例えば腕足って首胴体だけそれぞれに艶消しクリアね、半艶のクリア吹いてあげるだけでもね、でも別に吹かなくてもそれらしくはなりますよ、はい、うん、さっきこの辺は読んで、ね、読みましたね、うん、緊張の下の方じゃないですか。あ、俺もそうやってました。ソフターセッターリカバリーしましたが、デカールは貼るときに熱を入れて柔らかくすると重要ということで TS050 を作っている。そう、あのだからお水よりちょっとぬるま湯を使えとかね、うん、あ、書いてますね。日にち間違えて出遅れた。こんにちは。こんにちは。はい、名人さんに質問です。ビッグカラーは何系の水性塗料なんでしょうか。ビッグカラーは普通の、まあ、これエマルジョンじゃない。エマルジョンじゃない。だからあのまあ言うとこのタミヤアクリルとこル、ね、あのミスター水性ホビーカラーと同系列の。同系列、はい。ニードルのエアブラシのニードルは純正じゃないとダメですか。あの基本このニードルのですね、これニードルじゃないんですけど。このテーパーがやっぱモデルによって違うんですよ。だからあの例えばコンマ3にコンマ2用のニードルとか入れるのはいいんですけど、あの不用意にね何でも使うとノズルが広がっちゃう時あるんです。ニードルのここのテーパーがきついと、だから基本はまあ、あの純正のニードルを使ってください。そっからだけはあの昔あったんですよ、裏技で。あのニードルのテーパーのこうないニードルを入れるとその塗料の出方が変わるので、裏技でそうい こうカスタムあったんですけど、やっぱ気をつけないとノズル広がっちゃったらもう元には戻らないので、ノズル交換になっちゃいますんでね。そこは基本純正の方がいい。やっぱ純正を使ってください。デカール、質問です。クリアパーツにデカールあった時の段差処理はどうすればいいですか。レーシングがこれねあるんですよね、ほら GT かなんか
あれね、鉢巻きみたいなやつですね、いろいろあるんですけど、まあ、上からクリアをかけて全部研ぎ出してね、はいはいはい、ただこうやっぱ波打つんでかなり大変なんですけど ね、それでもやるとしたらそれしかない、うん、そう切り抜けないんですよね、下がクリアだから。そうですね、だからまあ貼る前にギリギリ前の枠をカットしてぐらいしかできない、で貼って完全に乾かして上からクリアをかけてウィンドウごと全部研ぎ出すかっていうところですね。あ、HR 頑張ってください、ね、頑張ってください。アクリジョンのエブレ専用溶剤が出てから簡単に不景になりました。あ、1対 1, 1, 対1か、そうなのか。そうなのか。ファイン出る前に長谷川の F4EJ 回数の罪を減らすからやるね。またやるんですか。何のことかよくわからないですね。72回、ね、あ、やっぱロボダッチって方多いな、最初のプラン、ね、ああそうですね、ロボダッチもいいですよね。多分トツモールドの墨入れはどうすれば良いですか。結局ね、凸の場合って結構なってるじゃないですか、はいはい、だからそのモールドの影にちょっと入れていく感じになるんですけどね。あ、なるほどね、はい、ソ連製じゃビッグカラーの 4B0 グリーンを買ったの、下地色は何色。基本的にはね、オキサイトレッドか、まあ、あのレッドブラウンマホガニー系の、はいはいはい、まあ、俗に言うあの錆止めのねプライマーの色がいいと思いますけどね。でグリーンをきれいに発色させたいんだったら普通のグレーサフの方がいいと思いますけどね。うん、ナナイさんこんにちは。こんにちは。あ、先ほどのプラン素材溶かし溶かしたジェム軟質キャタピラウォルター素材999円の72の戦車でした。はいはいはい、はい、どんなゴム使ってんだろうな。そうなんですかね。デカールの段差が出にくくなりクリアの吹き方あるんだけど角には長すぎるからな。今度ぜひね、今度ね、それはやないと。アクリジョンベースカラーエアブラシで吹いたらどれぐらいかん。アクリジョンベースカラーをエアブラシで吹いた、うん、まあ吹き方にもよりますけども、はいはい、2時間ぐらい置けばとは思いますけどね、はい、厚く重ねちゃうともうちょっとかかりますけど、できれば理想はね、はい、やっぱ一晩ぐらい置いてある。一晩なんですね、うんうん、うん。皆様こんにちはで慣れちゃってますね。人気もんですね。模型のタイヤ完成の、うん、完成の場合、あ、要は完成品は本物のタイヤワックスね、 あれで空気をねちょっと遮断してあげて。ラプタールミルさん、おにぎりと一緒ですよ。夕飯の残りみたい。あ、やってもった。バンされた方の配信今見てましたよ。タイヤワックス、アーマーオールが一番いいかと。あ、そう、アーマーオールですね、はいはいはい、ありますね。あれも結局ワックスですから、そうそう、空気を遮断してゴムを保護する感じですね。はい、質問です。どこ行っちゃった。よいしょ。4面保護や艶を整えるためのクリオスの水性の缶、トップコートの商品名ですが、はい、同じクリオスの油性ラッカーの缶はミスタースーパークリアという名前です。同じ役割をするものだと個人的には思いますが、単にな商品名の違いですか。あの、要は水性とラッカーですから、はいはい、効果は一緒です。艶を消す、半分艶を出すっていうのになるんですけど、はい、あの全く成分は違いますから混ぜたりできませんし、はい、あの水性カラーの上には基本的にラッカーはかけないでくださいっていうのはメーカーのね、はい、あの売りなんで、はい、水性系の塗料を使ったものはやっぱトップコートで、ラッカーなんかのものだったらその普通ミスタースイ、あの、はい、クリアをね使っていいと思います。トップコートの上に汚しのその溶剤とかマテリアル使えるんですか。エナメルは使いますよ、大丈夫ですけど、ね、水性も使える。使います、使います、大丈夫です。ただ水性は腕でこすると、あのトップコート溶けてきちゃうから、そこはエナメルになっちゃいますね。なるほど。飛行機のクラッシュモデルをやってる、だから商品面の違いではなくて成分がラッカーか水性か違います。そこは気をつけてくださいね。バッテリーとプラグコードくらいでしょうかってことですかね、さっきの。まあそうです、バッテリープラグコードと、ね、あとは例えばエアクリーナーボックスのね、はい、ところをちょっとやったりとか、はい、そういうのですね。まあ私のお店に来てた子で一人ね、バッテリーの中の鉛の板を作った子で、あ、やってる人いましたね。元気かな。あれ最終的にすごかったよ、だってスポット溶接の跡が作ってましたからね。本物、うん、あれ一部あの止めたのはガソリンタンクを作ってその中にガソリン入れるからプラ溶けるよっつったらさすがにやめてましたね。なんか分からない、芳香剤入れてましたね。あ、だからすごいですよ。でもその後エンジンにモーター仕込んでタイミングブレード回してましたからね。なんか違う達人になりますね。そうそうそう、彼は。ダメ48の戦車でビギナーにおすすめというと自衛隊一回し、あ、そう、数日間で完成しますよと、これアドバイス。そうですね。
それか名人のテレビは直ったのでしょうか、うん、やっぱり買い替えでしょうか。今買い替えましたよ、買い替えました。買い替えてます、でかいっすね、うん、40インチになりましたよ。あ、すげえな。40インチになって計算外はテレビ台に乗らなかったということで、今後ろに立てかけてあるんです。そうですね、これははみ出てます、ね、はみ出ちゃったから。いや、そしたら今度せん、あの掃除機壊れました、ね、あ、これを乗せるんで後ろのゴミとか捨てたらウィーンウィーン、カチ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 、どうせ燃えるからやめた方がいいですよね、買い替えということで、うん。24分の1台風は以前山梨合宿の時実物を見ましたが、レアですね。あなたエンジンの部分の密度がすごかったな。ただ実物を見ると補強しても足がへたりそうというイメージでしたね。あのね、エアビックスの常でプラが柔らかいんですよ、ぐにゃぐにゃです。で24ででかいのでやっぱそこそこ重量があって、はあ、で脚柱そのものはね、実機もそうなんで太いんでいいんですけど、主翼の脚の取り付け部分の方が歪んじゃうんですよ。だからそこをあの薄いアルミ板にプラ板貼って補強しないと、そこが歪んで脚が傾いてきちゃうんです。でもいいキットですね。山梨合宿の時持ってきましたっけ、記憶がない、確か飾った記憶が、飾ったのか、あ、まあ、なんかベロベロ飲んだ記憶しかあんまないですよ。このコロナ騒動の中、ダムペインターノブの動向が、あ、さっき、さっき、あ、出てました、声だけ、ね、出てました、ね、テストは大切、すいません、いろいろここそう、テスト試し吹きはね絶対にした方がいいですよ、ね、和田さんですね、うん、そう、料理下手に対して味見しよう、そうだからさっきも言ったら気温とか、はいはいはい、そういうのでも変わってきますからね、はい、質問です。エッチングパーツ同士をがっちり接着できるかつ簡単に手に入る接着剤を教えてください。なんだろうな、なんでしょう、なんすか、ノブドロリ、ノブドロリ、私ノブサラサラを使ってますけど、まあ、あのワンパンチ系、これあの白濁しないのでね、はい、あのいいと思うのと、あの通常の瞬着なんですけど、なんだろうな、こうすぐにピッてつかないんですよ。若干ゼリー状ほどじゃないんだけど、ある程度タイムラグがあるんでつけやすいのと、強度しっかりつきます。固まった後にガチガチにならないんですよ、結晶化みたいにならないので、ある程度こう柔軟性があるんで、僕これを一番愛用してますけどね、うん、通常の瞬着なんかだとね、つけ損ねるともうつかなくなっちゃうんで、もう一回削ってねつけなきゃいけないとか、あの金属の面を出してあげなきゃいけないってなるんですけどね、クレタケの超極細アイライナーを使って水、はいはいはい、水性顔料のインクのペンをフィギュア等に使ったことがありましたら、いやないですね、これないですね、ないですね、フィギュアペインターがね、はい、ああそうなんですか、はい、あ、まあだご自分で使ってみてね、よければと思う。ライナー筆ではその使い方がまたあの、うん、違うんですよ、ね、それもね、カルビンタンの新作 DVD に紹介しておりますので、私はちょっとそれね未使用なライナーフ線を描く質問で、700分の1の山田のエッチングパーツを折り曲げるに良い効果があります。まあ普通の、まあ、エッチングベンダーですね。あとは電子部品屋さんなんかで売ってるんですけど、精密用のね、ラジオペンチあるんです。 あれも結構使えますよ。テンプレートの固定って両面テープですか、マスキングテープ？あのね、あの両面テープ使ってます。マスキングテープだとやっぱずれちゃうので、はいはい、あのテンプレートの裏側に両面テープを貼ってペッて固定しますね、はいはい、接着剤の筆の件ありがとう。付け替え用の筆、意外と高いので塗装用筆ですね。全然 OK ですよ、 いいですよ、はい、タミヤウェザリングマスター、亀裂が入ってボロボロ、乾燥したの、あ、ウェザリングマスターがね、まあ、ボロボロになったのなんかこういうあのケースに入れといてそのままでも使えますけどね、はい、中曽根君ハイサイト、うん、また酒飲んでるね、はい、関西機関西機で毎度の関西じゃないですけど、タミヤの 4% 初めはダイキャストの、そうですね、初期切ったそうそうそう、タイガーワンなんかだとダイキャストか、ちょっと重なくてお得ですよ、うん、今日は何を作るの、そこまでにねたどり着く、うん、まあ、皆さんね、書き込みがね、とりあえずね、書き全部読んでから言いますか、はい、質問ですと、はい、ご自宅でエアブラシニードル、うん、エアブラシニードル塗装する際シマノスケはどうしてるんですか、我が家に隠して、あのやっぱりね、体には良くないんで、うちのシマノスケは自動的に逃げていきますから、はいはいはい、ここにもいないです、今いません、向こうで寝てると思います、はい、質問です。現在タマヤ7分でプリンツ音源を制作しているのですが、バルチックスキームで船のね迷彩はね大変な、あれはね、だからアウトラインだけ、はい、決めて、例えば、はい、まあ、リアルタッチマーカーなりなんないでガイド取っておいて、そこで筆で塗るしかないんですね。
あのマスキングテープやって下手すと硬化法とかいる、はいはい、エッチングパッド取れちゃったりとかあるんでね、で最後に艶消しクリアなんかで筆ムラを消してやれば、はい、でそんなに大面積ないので、はいはい、側面とかね環境の横なのでだからそれしかないですね、はい、うちも割れ食ったんでアルミさん、あさっきのフレームの始めですね、はい、うん、あれお一人とか編集長、編集長、編集長今日は、ね、さっきねチームズ失敗しましてねなかなかねこうちょっとダメだやっぱ、うん、ズームのがいいんだけどズームの会社も使用禁止になりましたんでやっぱダメだっていうことになった、ね、ダメということになりましたね、うん、デカールなんか他の方も書いてますがケミカルより熱いお湯の方が安全だし局面にも馴染みます、うん、固く畳んだティッシュに含ませて押し付けると。だからほら川口さんがハンダゴテでこうジュッとやるのってもその理由なんですよね、はいはい、前回内心で佐賀の送り状くっきり映り込んでますよってことは住所がバレてるまあ別にまあ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 猫の毛はどうか分かんないですけど静電気オフっていうケミカルみたいな、まああのそういう帯電防止の除去剤はねあるから、はい、猫の模型を排除するにはどうしたらいいですかさあそれはもうあ塗装する前に部屋を一回ですね掃除していただいてですね、それしかないですね。初めてプランは LS の144分の1レップ、ああ初めていつも視聴されていて質問ですと、はいはい、青攻め消しが苦手で毎回上下左右が出てしまいガタがついて引けが何度でも安い動けない、青攻め消しのコツ、戦車メインで、まあだから例えばあの最近のキットではそれないんですけどね、まずあの看護ピンを信用しないことです、うん、こうピン合わせてつけたらこうなっちゃうんであればピン削っちゃってこうパーツをぴったり合わせてやる、はい、でこれも裏技なんですけど接着するときにどうしてもこう段差とか隙間できそうだと思ったら普通のあのこの白ピンの接着剤あるじゃないですか、ちょっと多めに塗ってこうむにゅってはみ出させてやるんです、でそれ完全に固めた後にまず慣らしてそれでも隙間ができるようなところを溶きパテなり瞬着系の接着剤で消していくって感じですね。感染モデルをよく作ってエッチングつけた瞬間接着剤先ん瞬間接着剤先っぽについてしまう、その接着剤先あどんどんピンセットが焦げてきます。あのね、これよく言うんですよ。あの例えば針線なんかでも、はいはいはい、こうエッチング同士の組み合わせでそこがダマになっちゃう。はい、これね、うちやっぱ船の専門家の人に聞いたら、はい、一言慣れですって言われる。だからダマにならないように爪楊枝の先端とかこういうものをあの、はい、アプリケーターみたいなのあるんで、はいはいはい、そういうのを使ってちょんって塗ってつける。はい、でダマになったら削るとかね、はい、そういうあれですね。だからこれはね。慣れですか、バカズだって言ってました。ピンセットの交換時期ってまあ先っちょが合わなくなったりしたら、ね、まあでもあのオイルストーンなんかで研いでピタッと合わせてできるんですけどね、はいはい、ただ丸くなっちゃったらダメなんですよ ね、 ね、編集長お元気ですかって、うん、質問、タムヤの35分の1のハトハト88ミリを作りたいです、戦車同様の組み合わせ塗装すればいいです、基本的にはあのすごい複雑ですけどね、こういろんなハイドルとかついて基本的にはエアブラシがあるんでしたら組み上げてから塗っても全然問題ないですよ。名人こんにちは、あれどこ行った、よいしょ、仕事抜け出してありがとうございます。質問です、ファルフやビッグカラーのようにデカールを貼る際クリアを拭くは何がよろしいです、シルバリングあのトップコートのセミグロスクリア半ツヤですね、あれをおすすめします。できればエアブラシなんかでね拭いてあげた方が薄くなっていいんですけどね、シルバリングを防ぐためにはクリア、まあこれねシルバリングもデカールによっては出ないっていうのもあるんですよ、だからこう塗る前にしっかりとお水下地作って塗って空気が入らなければシルバリング出ないんでね、そういうまあ必ず拭かなきゃいけないっていうことではないんですね、うん、24分の1台風せっかく完全なのに客が根元が折れて涙目になる客のお客、だからさっきの台風言いましたけど客中そのものは大丈夫なんです、このつける側がじゃこっち側がダメになっちゃうんで、そこをもうこうアルミ板とかで補強しておいて、そこをさらに真鍮線でこう貫通させてエポキシ系で固めるって感じですかね。エッチングのボンネットピンできた試しがないって、あこれもねバカずなんですよね、拭いちゃうと身も蓋もないんですけど、ね、あとは、まあ、今の方とちょっと
順ずるところあるんですけど、割と精度の高いピンセット使わないとやっぱパン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 滑ってね、イライラしちゃうんですよ、うまくつかめないとかね、はいはい、なっちゃう。あ、友蔵さんお久しぶりでございます。アズメキシ等の処理の後ヤスリがけで400、600、800円こうバントを上げていく場合にはどういうタイミングでバントを上げる、うん、これもねなかなか口で説明しづらいです、はいはい、こう まず基本は例えばこうなってたらこれが平らになったと、はい、でまあ指で触ってねこうある程度でだん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 こう平滑になってきたなと思ったら番手を上げていく、なかなか説明、今度アトリエでご説明します。まあ合わせ目ですもんね、もうそれは見てあと感覚ですよ、ね、感性はそうですね、超徳さん受けたですね、超日和ですね。浸水勢帯からはスメーキいらないって、本当いらないってわけじゃないんで、いやいや、ね、あった方がいいですよ、あの吹けるんですけど、はい、当然ですけどそのまま置いたらザラザラになっちゃいますから、やっぱりあの 10% ぐらいね、はい、薄めた方がいいですね、希釈してあげた方がいいと思います。 Google チャットが呼び出す、こっちに来てますよ、なんかこっちじゃないんで、これはやんてほしいんで、川口さん来てますよ、あ、宣伝していただいて、船の迷彩かっこ丸分かれ並ぶ時完成模型と簡単塗装&迷彩テクニックが分かりやすいですよ、はいはいはい、佐々木さん広告費くださいって。広告費、え、なんで。いや本の説明、あの宣伝したから。ああそういうことか、うん、バルチックスキムはリアルタッチマーカーでアカウントってのは、そうですね、あのリアルタッチマーカーだったら例えばはみ出ても、はい、こうぼかしペンでこうすれば落とせますし、ね、使っちゃいけないのは鉛筆と油性マーカーです、はい、あの上か下が通り浮いてきちゃいますからね。質問です。700分の1艦護衛艦なので救難ボートをぶら下げている細い鍵状に巻いてアームがありますね、接着したものすぐ取れない、あの多分瞬着でつけられてると思うんですけど、結局瞬着だとこういう力には強いけどこういう力には弱いんですよ、だから逆に樹脂系のね、あの G ボンド系使ったりとか、そういうあのちょっとあのなんていうんですか、柔軟性のある接着で使うといいと思いますけどね、ただ今度は乾燥にね時間がかかるってあるんですけどね、うん、蒸しタオルとなるタミヤ公式アウツ迷彩塗装は脱脂面のマスキングせよ、川口信義さんは現在連絡不可です。ダメでした。今時そんなことやってる人は誰も、あのねこう有名なんですよね、脱脂面をヤマト乗りで戦車に貼っといて、はいはい、で乾燥でやーって迷彩ができるって、ね、あー懐かしテクニックですね。でこれでできるんですよ、はい、脱脂面剥がすんですよ、はい、糸くず残りまくりなんですよ、だから脱脂面はねやっぱ使わない方がいいです ね昔のテクニックですね、うん、7分のエッチングはゼリー瞬着プラスサラサラ瞬着の混合、あ混ぜてね、混ぜんですね、だからねこのノブのサラサラが、はい、あの普通のゼリーと通常のサラサラの中間ぐらいなんです、はい、だからこれもいいとは思いますけどね、ワンパンチですね、ワンパンチ、アマゾンで売ってるはずです。ピンセット質問者です、ありがとうございます、もっともっと修行します。でピンセットは、はい、あの模型用もいいんですけど、はい、あの秋葉とかで売ってあの電子部品用なんでちょっとお値段張るんですけど、はいはい、高いのだとね、はい、5,000 円ぐらいするんですけどね、はい、であの先端にあのこう滑るの防止のこう裏側にギザギザが入って、はいね、チタンのがすっごいんですよ、高そうっすよね、あのねやっぱ5,000円ぐらいか、ね、5,000 円か。で当然そうなんですけど、先端、はい、まあ、ストレートタイプとかつる首とかいろいろあるんですけど、落としたらアウトなんですよ、はいはい、先っちょから落としたらもう先っちょこうなっちゃうんで、もうだからまあある意味精密部品と一緒ですね。あ、答えていただきありがとうございました、うん、出遅れたこんにちは、ありがとうございました。質問です。タミヤの古い洗車キットの履帯、あ、焼け止めの穴、樹脂のやつですね、あがっちり接着する接着、あのね、あ基本的に、いや、あのね糸で縛っちゃうんですよ、あ縫っちゃうんです、もしくはあの見えないところホチキスで止めてあると、はいはい、それで接着剤で固めちゃうとね、こびついた粘着は油なくても粘着用のねアセトンとかでね、あ、まあ、落とせるんだよ ね、うん、質問です。塗装している最中にホコリが付着したら毎回取り除いていますかと。ケースバイケースですね、だから洗車の裏側なんかもう削って取っちゃいますけどね、だから車のボンネットはそうはいかないので完全乾燥させて研ぎ出してってなりますね。この48のトムキャットねバッチリつきましたね。もうねティッシュで拭きました。グフもこう胸にねあの糸塗り込めたでしょ、これここのところにね、ゴミがそのまま塗り込められてますね。ミノフスキー粒子ですよ、何言ってんですか。
出遅れました、こんにちは。質問です。ダブルアクションのエアブラシを全洗いした後組み上げたらブタンの、部分の戻りが悪くない、エアが出っ張りじゃない。これねよく聞かれるんで、はい、ちょっとね多分このボタンがね押してもこう戻りが悪くなっちゃう、はいはい、でちょっとね今バラしますけど、要はですねここにこのシャフトがありますよね、はい、これがこの中にこう貫通して下のエアバルブを押してるんですね。で多分その洗浄したことでここのねグリスが全部抜けちゃったんですよ。だからそこでなんかここ当然ですけどエアが漏れないここにオーリングが入ってるんですよ。でそこで多分滑りが悪くなっちゃってあの戻りが悪くなってるんで、エアブラジオのグリスとかタミヤとかあのミスターホビーで出してますんで、それをですね本当にこのシャフトだけに塗ってください。 この動いてるね他の部分に極力グリスつかないんですけど、あのあんまり調子でベタベタに塗っちゃうとそれ塗料に溶け出しちゃいますから、このシャフトだけにグリスを塗ってあげて戻してあげると元のあのスムーズな動きが取り戻せると思う。とこれねまあ今いただいた質問そのよくあるんですけど、使ってたら塗料が回っちゃって戻らなくなる、こう戻るけどゆっくり戻るんでその間エアが出っ放しになるって、その場合もここのシャフトの部分だけきれいに一回掃除してあげて軽くグリスを塗ってやってあげると元のあの性能を取り戻せますんで、それをねぜひやってみてあげてください。船のショーパーツは G ボンドクリアをセメントスペシャルで薄めたのが割と良い、そういう使い、そうですね薄める、 G ボンドの弱点としてほらすぐ糸引いちゃうんで、それただ溶かすんだね。タミヤの通常塗装を接着できない立体、強引に接着できないセメダイン社の PPX、 あの万能型のこれは違った、こういうウルトラタイトの PPX ってあるんですよ、そういうのを使ってあげるといいと思いますね、うん、そうか、さっきのピンセット、電子部品を調べて長谷川の高いピンセットを買ってみてです、床に垂直で落としてしまい泣きそうな、それやっちゃうとね先っちょずれちゃうんですよ、はいはい、10万円入ったらピンセット買おうかな5000円ぐらいですから、うちなんかあれですよ10万円で、なんでこうテレビは壊れるわ掃除機は壊れるわみんなですごいですよ、次は冷蔵庫ですよとか冷蔵庫次は洗濯機ですよとか恐ろしいことを言うわけです、ちょうど10万円みたいな、いやそのがっちり買いましょうみたいな、ちょうどぴったりみたいな、名人の画面にガンペラが映ってるなぜか新鮮、電子部品屋さんで売って竹ピンセットが1000円くらいでやった、 あの、ね、竹ピンセットでもありましたよ、出してました、はい、あれはやっぱあの電子部品用のほらやっぱあの静電気と磁化しないようにあのピンセット、あの要は非電動体の竹を使う、はい、長谷川のもやっぱほら最近ネオジム磁石を使ったりとか、はいはいはい、あと長谷川一時あの金箔銀箔みたいに出してたんで、ね、そういうのを貼ったりするところに竹を使うんですね、シャフトにグリス、ま、ん案外ガスガン用のシリコンスプレーを、そうそれ で使っちゃいけないのが、はい、さっき言わずになんですけど CRC556 とか W40 の潤滑剤は中のオーリングダメにしちゃいますから、はい、で溶かしちゃうんですか、うん、だからミニ四駆用のグリスって極端な話、はい、バターとか昔よくあったじゃないですか、コラボでポバード売ってた今ポバードなんて売ってねえよって話になるんですけどね、すごい絵が描いてたんです、うん、そういうものでもいいんです、はい、あのバターとか使わない方がいいですよ、あの虫寄ってきますけど、虫が寄ってくるんだけど乳製品だからよいしょ、こんにちは、今から視聴します、こんにちは、すごいピンセットね、皆さん結構ね、ピンセット十数本ぐらい買いましたが、使いやすいものはやはり力を入れて挟んでもしならないものですかねとあのしなりがね、しなりか結構ね、はい、しなりが重要なんです、だからさっき言ったパーツを硬いと飛ばしちゃうんですよ、はいはいはい、ピンセット自体がしなって飛ばしにくいっていうのもあるんでピンセットは少し良い、安村さん眉毛を整える毛抜きを使っています、高級ピンセットよりは、なるほどね、そういうのはね、難点は美容コーナーで買うのが恥ずかしい100均だと、ね、あとね宝山というメーカーのピンセットが良いです、先端が、うん、エストラマー樹脂のやつ保持力高し、ああ先端のみ交換か、宝山ってあの工具系の、はいはいはい、うちの会社の近所です、そうなんですね、はい、アグリジョンのベースカラーはつまらず吹けるようになりましたが、艶消しクリアが詰まりまくりです、艶消しクリア希釈はどっちも1対1です、1対1
すみません、アクジュあんま使わないんだから詰まるんであればもうちょっとね、はいはい、薄めてみる。それと分かんない、使ってるコンプレッサーが何か分かんないんですけど、あちょっとエアーツの問題、僕 の赤いやつあったじゃないですか、はい、あれがあの AK 全く出なくて、多分 0.07 ぐらいなのかな、あれ限界で、もうなんだよと思ってエルゴとミスターあのホビーのエアブラシ吹いたら一発で出ました、はいはい、まあだからやっぱりマルジョン系だとちょっと粘りがあるから、ね、エアーツ高めじゃないと出ないのかもしれないですね。それであのエルゴとクレオスさんのエアブラシ使ったら、うん、すげえなんだこの繊細な感じは、うん、それはだからあるかもしれないですね。びっくりしました、うん、すみません質問が悪かった、エアブラシホルダーとエアブラシスタンドってどっちが名人？ホルダーとスタンド、あのスタンドがね、うん、あった方がスタンドはまああの例えば息こうかけられるとか、はい、ホルダーまあそこは別に、ね、そうそうそう、あれ落ちるんですよね、たまに落ちるのでそこは気をつけた方がいいと思う、固定できるんで、うん、こういうやつが、これなんか下がねマグネットになってるから、これあのクレオさんのトレーなんで、それにバチってくっつくんで、はいはいはい、それでねいい使いやすいんですけどね。品物家電は購入時期が同じか同時に壊れます、嫌なこと言わないでくださいで洗濯機が次はやめて、5万円ですね、ちょうどじゃないですか、ちょうど10万円、5万円10万円これ知ってがっちり買いましょう、知ってる人と私の年代になっちゃうと思うよバターといえばモーターライズの軍艦のグリス代はあります、そうでしたね、だからね昔はね前も言いましたけど、はい、こう船とか潜水艦の場合でグリスとかバター詰めろって書いてある、はい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 、で当時の子供はねそれを銭湯に持っていくわけです銭湯の夢表お風呂にねこう油膜があっておじさんに怒られるじゃん、お前ら何やってんだとか怒られちゃう、ピンセット特集基本、あ医療用ピンセット、まあまあこれ僕読みつついくんで、うん、今日は何作るか、はい、ちょっとツイッターであの告知をしたんですけど、ね、はいはいはい、まあ、やっぱ本来 あの飛行機に戻ろうかというところがあって、はいね、まあグフ君はこんな感じでね、はいはい、ちょっとアウトしていただいてですね、はいはい、まあそれであのこちらが4パチの飛行機で作りやすいのは何だろうなっていうのもあってですね何したんですか、でまあトムキャットとかほらやってきたじゃないですか、はいはい、でまあ私的にやっぱこう作ってね良かったなとか、48分の1のね長谷川のクルセイダー FHF のねあのラストガンファイターです、はいはいはい、でただクルセイダーもほらいろんなのあるじゃないですか、はいはい、まあ、ただ作っても面白くないなっていうのがあって、まああの鋭くね察した人もいましたよ、いましたか、でん、まあクルセイダーだったらこれだろうと、実は前にほらあの M キャッツで新谷薫先生とかね、はいはい、インタビュー行った時にこの辺の話もいろいろお伺いしてたのもあって、まあこれをでこれもねあの新谷先生のね絵で直接描かれてますね、はい、でねこれを行こうかな、はいはい、やりますか、で一応まあこれねすごく作りやすいんですよ、パーツもそこそこ少ないしパカパカできてる、はい、で用意したのはまあこのナノアビのシートベルト、それからまあ座席がちょっとやっぱ辛いので、レジン製の座席、まあもともとファントム用のなんですけど、それをちょっと使おうかなとは思ってますね。時代的にはこのファントムぐらいで、そうだからファントムでトライアルに負けた機体ですからね。でね、これ正しいんですよ、新谷先生のクルセイダーもね、例のあのユニコーンのマーク入ってないんですよ、ね、あこれって原作が入ってないんじゃん、入ってないんです、だけど一応ついてます、テレビ版で、これはね新谷先生が直接お伺いしたんですが、もともと読み切りのつもりだったらしいんですね、はいはい、そんな長期連載考えてなかったんで、まあパーソナルマーク入れてなかったんだけど、後から結局連載になって人気が出たんで、はい、まあユニコーンのマーク後からだから、まあせっかくなんでユニコーンのマーク入れようかなと思って、うん、まああとはダブルナッツのシャークティースでね、はい、確かミグ17かなんかに落とされちゃうんですよね、あ、なんかそうですね、あといくらってやってる時に撃たれて、撃たれるんですよ、うん、そうですね、まあ今日それやるっていうので、はい、あれ俺持ってくの忘れた、エリア14で長谷川の72機とかって翼折りたたまあ翼はね折りたたんじゃう、まあまああの劇中でねこれがありますからね、これはコミケの第88回の時に書き下ろしたんだっけな先生、そうそうですね、それでそれを欲しいがために行きました、コミケにね、今年は中止になっちゃうな、これついてますよ、なんかそうそうそうすごいのが、これミッキーのこれ トムキャットですね、はい、多分ね、うん、
でオンライン版の、そのカタログには新風間信者だった。あ、個人的にはねグエンのね105作りたいんですけどね。 あれはなんか7人しかなかったですもんね。お、アワーズの、そっか、これ、え、これ何年、3、4年前ですかね。あ、そう、今年コミケも中止になっちゃいましたしね。そうですね、うん、すごい、まあそういうのもありましたね。長谷川名人、佐々木さん、超日はって、超日はどうも。もうなんかあんまり面白くなくなってきた。あれを折りたたんで、そう、 F20 ユニコーン作るので参考にさせていただきます。ほうほうほう、そうそう、あのね、砂漠のなんか飛行機引っ掛ける罠をね釣り抜けるために翼たたんで飛んだんだけどね。そう、あ、 3D プリンターが安くなってきたので買おうと思ってますが、レジンって値段が高いのから安いのまでありますが、安いのでも問題なんですかね、と。これはやっぱりね、その 3D プリンターが今どんどん進化してまして、そのやっぱ樹脂でいろいろこう変わるらしいんですよ。私は使ってないんでね、ちょっと本当詳しい方に聞いた方がいいと思います。で、一番先、あの、最先端は、あの、お隣韓国が、3D プリンターで戦車のこう取ってじゃないか、作って売ってるんですけど、あれはラッカーとかは侵されないそうです。あ、その樹脂の、樹脂が。あとちょっと聞いた話で、安いやつはね、その削るための刃が、バイトがバンバン折れるっていうんですよ。なんかだから結局その高くついちゃうので、あれが1本なんか高いらしいんですよね。すごい、僕は諦めました、そういう能力ないので。PPX ありがとうございます。モデラートさんで模型で使える 3D プリンター特集とかやらないですかね、そういう話がちょっとあったんですが、頓挫しましたね。あとクルセイダーか、クルセイダー、クルセイダー。チャットのピンセットいろいろ、トレッサーで限定で出たピンセットが個人的にそうなんですよね。あれね、タミヤが出したんですよ、すっごいいいの、ストレートピンセットで。ただね、すぐもう完売絶版になっちゃったんでね、うちのロゴ入りでね出してた、あれどうしたっけな、あれ今こっち持ってきてる、ラジコン雑誌の付録のピンセットがいいですねって言ってますね。ああ、まあ最近はね、まあ、田島がさんですか、あれですけどね。ポマードで思い出したけど、日モの130モーターで動く30センチシリーズですね。インスタにポマードを塗るというと書いてあった。お父さんに借りましょうとか書いてんじゃなかったかな、違ったかな、うん。あ、ね、でもポマードって今売ってんの、いや、ポマード使わないですね。PPX アロンアルファからも同等品が容量が少ないけど、その分値段が安めのやつが出ています、ね。いや、でもクルセイダー懐かしいな。確かに最近このキット自体が見なくなりましたね、クルセイダーをね。で、まあこの、まあ、限定版なんでこのデカールがね、はいはい、ちょっと入ってるわけですね。それってなんかユニコーン何種類かありますね、それってアニメとか、まあ、多分あのアニメ版原作版とあれがあるんでしょうね。アニメ2種類ありますからね、うんうん。いやー、ちょっとね。で、塗装はまあ通常の米海軍のガルグレー、背中が青いっていうあれですね。一応パイロット入ったの、パイロット乗せた方で、シートはね、俺さっきシート持ってきてたんだけどな、どこあったあった、これはね、あれです、出た、高いやつ、クイックブーストの、もともとファントム用に買ってあったんですけど、これをね使ってやってやろうかなと。質問が来てますね。水性カラーのツヤ消しクリアはエアブラシで浮いてるんですが、はい、特にこれ読みました、アクリジョンのクリアは真っ白になってしまいます、塗装の色味が変わってしまいます、そうならないようにする方法を教えていただけませんでしょうか。白いってことはザラつくってことは多分濃いんだと思うんですよ、まだ。ただね、あのアクリジョンの クリアってね、今度薄めるとね弾くんですよ、はいはい。だからその濃度調整がちょっとね、シビアはシビアなんで、だからさっきも言いましたけど、ちょっといろいろ濃度を調整して、はい、スプーンとかね、プラ板にちょっと試し拭きをしてみてください。そうですね、水性、それでね、普通にプラ板に吹いちゃうと分かんないんですよ、はい。だからめんどくさいんだけど、一回アクリジョンを塗って、はい、その上から拭いて、あ、この濃度だったら弾かないとか やらないと、プラ板で大丈夫大丈夫と思って拭いたら、あれ弾いたってなっちゃうので、はい、そこはちょっと面倒なんですけど、ちょっとそれで調整していくしかないですね。水性ホビー、新水性ホビーカラーのクリアをうまく塗るのが、うん、ベストだと思いますけどね。いいツヤ出ますしね、はい、うん。ピンセットですが、ジュエリー工具の宝石用のピンセットがいいですよ。そうそうそう、高いんじゃないですか。
宝石用もあのとね、あの石挟んで飛ばさないようになってますからね。電子工作用ピンセットは宝山の P892 が結構おすすめ。ちょっといいお値段しますけどね。高いものをたくさん試した結果、ダイソーの工具コーナーのピンセットが一番しっくりきました。でもまあダイソーのだっていいものありますからね。そうですね。新潟 HH っていうピンセットすごくいい。なんだろう、宝山かな。ああ、名人はガンプラは作らず売るイメージが。何それ。売ってるんですか。売っては、まあ昔頼まれて。昔なんかやってましたよね。やってたっていうか、無理くり頼まれてちょっとやったことあるんですけどね。あ、切り絵用という先が四角なピンセットを100均で見つけたそうです。だからご自分でね、いろいろこうね、100均のだったらまあそんなに経済的なダメであってもダメージがほら少ないじゃないですか、はいはいはい、だからね、高いピンセット使ってダメってなるとちょっとね、ショック大きくなっちゃうんでね。タミヤのスタンドが不安定だなと思ってたところなので、ホルダーを試してみます。だからね、こう下に両面テープ貼るとかね、クランプで止めるとかね、そういうのしてあげると大抵のものはうまく使えますよ。あ、息子さんの10万円もありますよ。確かに。それはね、生活費ですよ。何言ってるんですか。ああ、ピンセットの話でまた一つ知識を得ました。ありがとうございます。うん、なんかこれ編集長はしめしめしとか思ってますよ、絶対。いや、ピンセットだけの特集はきつい。すごい暗いね。すごい地味な締めになりそうだけど。なんか業界紙のカタログみたいになりそうだね。カタログになりますね。いや、サンダーチーフはね、本当にね、あのモノグラムの何機も持ってるんですけどね、実はね、あれはね、あれでグエンの48でグエンの機体を作りたいですね。グフ君大丈夫、はい。タミヤのつる首が一番と、パーツホルダーが割に荒っぽく使えると。そう、やはり L8 機体はそうですね、まあ、当然これ、まあ、これになりましたね、はい、散々選んだんですけど。長谷川さん、こんにちは。ただいまちょうどクルセイダーを制作、インテープの合わせに処理してくれます。昨日胴体貼り合わせまでに、まあ、今日ね、コックピット濡れたら同じだなと思う。あっという間にもう4時ですもん ね。ところで川口さんは捕まったんですけど、川口さんは、ちょっともう一回やってみましょうか。さっき鳴ってたのにね。川口さんはこれね、多分ね、苦労されたってのはこのね、機種のインテークダクトが上下分割なんですよ、はいはいはい、そのパーティングラインの処理がね、すごく大変っていうのはね、分かるんですよ。川口信義さんは現在連絡不可です。何、どこ行っちゃったんだろう。どこ行っちゃったんでしょうか。あれ、さっきこっちにほら、そうだね、あれこっちに連絡がかかってたんですけどね、はい。さあ、コマーズで思い出した方が多いですね。コマーズってね、あれで覚えましたよ、僕は。日語の説明書で。なんだコマーズって。まあ、身体にシャドウの箱。これね、なんか こういう独特のね、影の入れ方にね。パーツがかかってた。お元気ですかね、最近全然ね、お会いしてないんで。翼は折りたたみますかと。いや、畳んじゃうとかっこ悪いんで、そうっすね、伸ばしたままでいきます。そうそう、あと一機で目標額焦って落とされちゃうんですよね。そうそうそう、そうね。それでしばらく F5 がなんか乗ってるんじゃなかったかな。なんじゃけ、そうっすね、うん。それで F5 を買うんですよね。そう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 。だからマッコイにまた持ってきて。そう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 、これはすげえな、エジェクトリングこれかよ。これは。ついな。お、小森さんも珍しい。長谷川マスター、皆さんおこんにちは。今日もメガネかけてますね。よかった。え、なんかあったんですか、ね、この間ね、ほら打ち合わせがあってね、はいはいはい、久々にアトリエ行ったんですよ。なくしたんです。一応小森さん、なんて言ったと思います、はい、あれ、長谷川さんメガネかけてましたか。そんな会ってないからか。もうね、本当にね、1ヶ月ぐらいですもんね。そうそうそう、出したらね。トレッサ自体はね、はい、あのスーパー3話があるんで営業はしてるんですけど、はいはい、食品コーナーのとこだけね、はい、だからまあね、本
当に早くね再開したいところではあるんですけどね。お、川口さん繋がりました。繋がったけど音声だけなんですよ。ああ。カメラオンにしてもらわないとあれですよ。つけてください。やっと捕まりましたね。捕まりました。はい、じゃないですよ。どうもこんにちは。こんにちは。マンコにまた持ってきて、これ長谷川さんの声が、配信の声がね、川口さん久しぶりの登場です。今長谷川さんは、長谷川のエリアチクルセダーを作ってます。どうぞもしマネーズやりたかったらこの状態で。長谷川さんが今飛行機のプラモデルを作り始めました。まあ、今回のテーマのね、見てたんで、はい、分かるんですけど、はい、僕の映像が流れてるんですか。今流れてます。顔が見切れてる。顔が見切れてる。はい、どうぞ。あの宣伝を。相棒も、相棒はあのさっき電話出ませんでした。僕の画面だと佐々木さんが大写しなんですけど。あ、いいですいいです、それでいいです。僕はどうしたらいいですか。あのどうぞ、そろそろ配信の画面に出てくると思うんで。あ、そうですか。はい、出てないそうですね。どうぞ宣伝を。あのさっきはあのあれですよ、ワンパンチの宣伝しときましたからね。はいはい、すごいすごい超アナログ。もうこれしかやり方がないんですよ、もう。どうぞマネーズ。マネーズ、マネーズ厳しい、ま、厳しい。マネーズですって。はい、一人マネーズいきます。はいはい、どうぞ。皆さんマネーズ。虚しい、虚しすぎる。皆さんお久しぶりです。さっきね、編集長あのちらっと覗きに来てましたよ。編集長書き込みがありましたね。あ、そうですか。はい、ちょっとね、マネーズをやってそのまま去ってくれて大丈夫ですよ。じゃあ2時間ぐらいマネーズを。いや、僕の腕が持たないんで。はい、これはあの香港のですね、プラモデルメーカーと契約しまして。あら、ピンボケです。なんかボケてます。あれ、コブラじゃないですか。ああ、そうそうそう、それでいいですよ。これでいいですか。はい、コブラと呼ぶみたいなんですけど。香港の新しいプラモデルメーカーを提携しまして、日本で発売することになりました。すごいじゃないですか。ブラコという車で。ブラコって何ですか。発送してくれてると思うんで、5月の末か6月
はい、あの定価3500円の25分の1のブラコ、オープンカーみたいな車がブラコ、コブラの、はい、あの蛇の名前がついてるコブラですね、コブラ、はい、はい、でこれはあの色は3種類あってこういう風に98番赤の98番、紺色の98番、ケンちゃんのケンちゃんの車なんですね。はい、あのぜひ皆さんよろしくお願いします。それと同じ24分の1の F1 が今度出ます。おまた出、これは片山左京という人がいやいや片山右京ですよ。そこはいいんじゃないのかな。片山右京ですね。そこは なんでこう、ということで、長谷川のティレル021を使って移植して使う作るトランスキットで6000円全特典ステカールとレジンを他入っていることができます。もうなんかわいい。ってかよくわかんない。キャロット付きのバニー、それから森の姫君、森のなんだっけ、森の姫君の全身フィギュアです。ぜひよろしくお願いします。もうこれお金払っちゃってくださいから売らないと大赤字だよこれすげえ取ったからさ。6時間ぐらいあります。超対策、はい、3枚組だよ。3枚組です。だから2時間2時間2時間ですよ。あ、そう、俺全部見たよ。 ありがとうございます。これ使ってるんですね。はい、使ってます。エポキシパテの、はい、ボンタイト、ボンタイト、初めて知りましたよ。あー、はいはい、やっと去年に仕入れたのをやっと売れるよ。あー、おめでとうございます。よかったです。1000円です。皆さんよろしくお願いします。アマゾンとかで売ってるんですね、全部。はい、カルビンターンご愛用です。はい。他のメーカーでは出せないこの性能ですね、これは。何言ってるかよく分かんない。特にウェーブとかでは、とは全然違いますね。これじゃないとですね、やっぱり。そうですね、ウェーブさんは近いけどね、そうですね。いやいやいや、全く違いましたね。はい。とか売ろうとして。やっぱり、本当に買った方がいいと思います。はい、ありがとうございます。今 ね、質問来てるんですけど、川口さんお店の通販やらないんですかってやってますよね、川口さんとか。やってますね。通信販売やってますんで、アマゾンでもいいし、メール、電話、もしあの留守電になったら留守電入れといてよければ折り返しかけますんで。ドンキホーテみたいになってきたなとか。どんどんね、はい、通販を注文くださいと。はい、よろしくお願いします。はい、あとあのプラモデルを今作ってます。で、店では作れない、店行かれないんで、まああの千葉の倉庫っていうか工房の方で今やってます。元気です。あー、そうですね、気をつけないと。太りましたよ、私も。ほんと参っちゃうよ ねえ。もうとりあえず朝起きて適当にちょっと散歩してからやるようにしてます。まあまあ、これで今月終わってね、6月すぐにでも配信できるように体調を整えましょう、はい、皆さんね、そうですね、はい、ベストの状態に持っていかないと ね、ぜひ、はい、以上でよろしいでしょうか。はい、以上でいいですけど、皆さんあの蛇の車はコブラですね。購入さ、え、はい、コブラ、はいはい、新製品ほぼコブラ、はい、皆さんあのぜひお買いになる
なられてください。はい。はい。以上です。わかりました。ほぼコブラっておかしい。じゃあ、またよろしくお願いします。もういいですか。寂しいな、もう終わり。肩が痛いんですよ。スマホを支えきれ。はい。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。はい。元気で。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい。なんかもうね、その肩が痛くなるようなね、アナクロというかなんというか。はい、というわけでね、まあ、通常状況に戻しました。戻しましたね、今長谷川さんが今まあまあ長谷川の燻製では作ってます、ね、塗るところをねちょこちょこちょこ本当にね、パーツ切り出しですか。そう、それで今ちょっとね、ほらまああのあれですよ、あのシートがねクイックブーストの入るかなと思ってこんな感じでね、あの先ほど質問いただいてね、レジンパーツ洗わないんですかって、やっぱ洗わないとダメです。やっぱ離型剤とかがね結構残ってますから、今とりあえず仮組みをして、やっぱシートのディティールが上がるといいなって感じですよね。まあ、組めるところをね組んじゃいますんでね。いやでもみんなね、こうやってほんと早いとこね解除になっていただかないと。そうですね。っていうか、まあコロナがね収まってくれればなんてことはないんですけどね。デニオン模型ホビーショー開催してほしいなと、ね、11月末だけで分かんないですね。ちょっと ねちょっと状況がね状況なので、はい、本当に開催できれば本当にそれがね越したことはないですね。F20 の48はキットは、フリーダムというのがありますね。はい、あの前に私作例でやらせていただいてますんで。巨匠ごきげんようって珍しいですね、小森さんね。10万円、7万円、5万円、運命の分かれ道、がっちり買いましょう、愛しっこいし師匠だ。そうだ懐かしい。あれね、こう端数をカレーで揃えるんですよ。あ自分の知り合いは光造形の 3D プリンターで水洗いできるのを使ってましたね。いろいろあるみたいですからね。ぜひボリスキンも一緒にって言ってます。あのボリスもクルセーダーですよ。そうです、あの撃墜されちゃい、ね、腹に一発食らってんだってやつです、ね、そうお前バカだなみたいなやつですよね。あれはミッキーみたいな、ミッキーが初めてエリハチに来た時のミッションですからね。賞金はお前ら二人で分けろドーンですよね。そう質問です。タミヤのパワーコンプレッサーが欲しいんですが、はい、どこを探しても売り切れなんですが、コロナの影響でしょうか。まあ、あとは一番でというよりタミヤさんのね、はい、オフィシャルサイトからちょっとこう通販という手もあるんですけど ね、長谷川さんの店は通販はまだやってないけど在庫はあるんですか。在庫はありますね。店が入ったらすぐね。そうですね、来ていただいてっていう感じですね。あ、ポマードは単調現マンダム。ああマンダムでなったのか。そうか、単調チックっていうのがありました。ミッキー あのスーパーセーバーが作りたいんだけどいいキットが見当たらない。スーパーセーバーはね本当キットないんですよ。昔のトラペだっけ、ボスか48、あトラペか、トラペの48もあるね、うん、あれそういえば作ってましたね。途中で放り投げたんじゃなかった。配信タイトルの赤か青かっての結局、その青い飛行機をやられて、これをねやるかどうか実は考えてたんですよ。何それ、これ赤のこれ。ああザック、ユニクロバージョンって何これ。 T シャツ、ユニクロで今 T シャツ2枚買うとこれもらえるんですよ。そう、結構じゃあお得じゃないですか。それでこれが赤なんで、あ今週もこれでいくかと思ったけど、長谷川さんは青のクルセーダーを取ったっていう。先に言いなさいよ、先に。タミヤの100分の1の F105 は OVA のド派手塗装で作りました、昔。あポマードは対口裂け女用に販売してますよ。あ、ポマードが、ポマードが嫌い、嫌いなんだ。そういうあれありました、ね、クッ
クルセイダーはアカデミーのがそこそこ良かった。72ですね、まあ長谷川も72出してますよ ね出してますよね。オマード実家にあります、筒状の裏から押し出すタイプ、すごい匂いします。そうなんだ、こう撫でつけるんだ。オールバックの昔の方がね、そうですね。こんにちは、巨匠がある。巨匠も人気だね、やっぱね。道も30センチのポマード懐かしいです。祖母にせがんで怪訝な顔をされた思い出。そう、今日は赤か青かって塗装まで行く、どうだろう。今ね、今一応コックピットとそれをちょっと塗ってね、 あとこう、まあこの辺のサイドもちょっとやってみようと思った。ユニクロザクはねやらないそうなんで、ちょっとユニクロザクの話しててください。ちょっと塗料探してくるんで。そう、これ本当はこの続きでこれをやろうと思って赤か青かだったんですけど、この間ちょっとね、何がいいですかって言ったら飛行機やりたいっていうことで、で飛行機はじゃあなんだと、それでいろいろ相談したんですが、なんかエリパチやりたいなっていうんで、じゃあエリパチの中でもどれがいいって話になって、比較的出来のいいこの長谷川の4パチのクルセイダーをやることになりました。本当はね、グエンのやつやろうと思ったんですけど、グエンの72がとても古いもので、これは嫌だなということで、こちらですね、になりました。あれ、この間丸5を持って帰って、はい、電子工作の流れで宝山の鶴首をずっと使ってます。宝山いいって言いますよね。宝山と新潟は角田とかね、そういうところが工具作ってますよね。よいしょ、よいしょ。モノグラムいきますか、サンダーチーフ。そう、モノグラムのね、キットをね、私ね、3機ぐらい持ってるんですよ。だからね。ジゴさん久しぶりですね。お元気ですか。誰？ジゴさん。ああ。小森さんだ。ポマードがなくて焼き豚の油煮詰め。だからね、それやってるね。油煮詰めた記憶がある。あのね、それやると黒くて触覚の長い虫がやる日模型にたかりますよ。本当に気をつけないと。マッコイ兄さんの C130 出ないかな。確かに。C130 はだからイタレリの72とか、あと長谷川があれが200分の1でしたっけ、ね、あの、うん、ただやっぱちょっとちっちゃいんでね、ちょっとね、うまい、これね、赤い彗星実現せず、まあ、ね、ガンプラ2周続くのもほら何かなっていうのもあったんで、日物30センチシリーズ、今は金型持ってるんでしょうか。いや、もうこれどこも、もう持ってないです、うん、タミヤのエアバラシスタンドにコッパ木の端かな、なんか粘って重くします、うん、重くするね。いや、出ないとひっくり返るから。あ、ピンセッターウェーブの3本セットを使ってます。ウェーブのもいいですよ、うんうん、あ、川口さんこんにちは、こんにちは。さっきの話ね、これね。巨匠こんにちは、こんにちは。コンビニ店員でグエンさんは結構いるってすごいね。そうなんだ。ああ、そうなんだ。ちょっと感動するね、それね。エルゴの後でクフィルがありましたね、ドラケンの前。そうですね。そう、クフィル。クフィルはほら、サキが ね、用意。みんなに貸し、そう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 。エースに貸し出すみたいな、ね。そう。それは、今ね、ラッカーの、まあ、セミグロスブラックの下地をね、はい、グレー入れる前にちょっと下地で、まあ、シェードの、まあ、下地色ですよね、それを入れてます。コックピットとフロアと使ってるのは92番ですから、セミグロスブラックです。お約束ですね、ラッカーです。塗った後見せてもらって、はい、ちょっと待ってくださいね。こんな下地ですからね、別にこんな感じでね、今入れてます。これスケボー紙ですか、何ですか。スケボー紙と、まあやっぱりちょっと陰影をつけたいので、それがあってね。これはコックピット、コックピットフロアで、もうこのワンパーツなんですよ、コックピットは。うわー、楽観に見えた、これ久しぶり、ね、きついっすか。水性でいいのに、と思うんですが、うん、まあ、そう思いますよね。こんな感じでね、フロア、まあ操縦桿ももう接着しちゃってるんですよ、はい、実はね、はい、でシートはクイックブーストの使いますんで、ちょっとね、はい、あとはこれが
まあ全客収納部ですね。ここは白になるんですけどね、ここもちょっと下地の黒を入れておきましょう。白なのに黒を入れる、やっぱ下に黒を入れた方が立体感出ますから。やっぱまあプラに直接白吹いちゃうと割とのベターっとした感じになっちゃうんですよ。だからね、私も今日初ラッカーなんだよ。ちょっとクラクラきますね、うん、この時間生マネーできついなと言われてますワンパンチ、やっぱワンパンチ人気です。でワンパンチ補充しないとね、ドロドロサラサラどっちもいい商品です。こうかやっぱコブラ、コブラブルー、そうですね、ウルトラセーブコブラ。エリパチナ A 点は積んだままなのですが、組む注意点はありますか。あれ中身は長谷川でしょ、長谷川す、ね、72だとね、あれトツモルドなんですよね。あだからまあただ A 点みたいな機体はトツでも全然違和感ないので、あのちょっとやっぱエンジン周りとかね、あれがあまり、まあ古いキットだからしょうがないんですけど、まあ、その辺はちょっとね注意して吹いていただ、あの作っていただいてね。ランナーに直接塗る、これ今ケーキ版ですよ。だからもう直接こういう形でね、僕のねこのグフもランナーにあれはひどかった、塗りましたあれはひどかった。ルイキョとヒラシでもコブラは買えると思います、うん、フランシスコ変な名前なんだよ。ああ川口さんに質問です。あのデカール軟化剤は通販とかで売らないんですかねと。アメリカンマッスルカー70年式ボードカスタム欲しいです。売れないと社長に殺されるって、まあ、それは事実ですよね。そうですね。あれ今日川口さんはあっちに行ってろよみたいな感じでよく言われますからあっち行ってろよってなる。いや忙しいっすよね社長はね、本当に。あボンタイトこっちか。川口さんの店は100万円もらえるから大丈夫でしょう。ああそうなんだ。あの補助金というかあれ支援金ですか。私もね100万ぐらい欲しいっすよ。ボソッとボソッと生活苦をアピール。みんな同じっすよ、みんな本当にねえ。そういう時にあれってね壊れるし、いろいろ本当にね。でね、さっきこれちょっとさっき言った、はい、あのまあ客収納部なんですけど、はい、先にベースにセミグロスブラック入れたじゃない。これで316番の今ホワイト入れていくんですけど、ちょっとねその下地の黒がどれぐらい効くかっていうのをちょっと後で見ててもらってね。結構あの塗装吹き付ける量すごい少なくて、そうだからまあよく言うとこの面じゃなくて線でね、はいはいはい、こう塗っていくんで、その先に入れたセミグロスブラックをこうモールドの影にちょっと残す感じにしてるんですよ。ただの白い塊にしちゃったらダメなので、ネットで見たらなかったのでどうしたらいいのかと思いました。多分川口さんの通販、川口さん気持ちは分かりますが必死すぎ千葉のアジト、確かにアジトですよね。あれほらこんな感じになるんですよ。下に黒を入れるとね、こういうぐらい陰影がつくんですよ。なんかグレーじゃないんだけど白っぽい感じですかね。そうだから陰影のこうなんていうリブの影とかそういうの若干こうグレーがちょっと残るようなね、こう感じにしてあげて、そうすると陰影がこうちょっとね、画像では見づらいかもしれないんですけど、まあ、多分大丈夫です、うん、はいはいはい。結構あれですね、発色するもんですね、白。そうだから下の黒が生きてくるんですよ、はい、
これがね、例えば変な話、こう普通にグレーにこう塗っちゃうとこうただの真っ白になっちゃうんですよ、はい、だそうするとやっぱこうなんていうか、なんていうかな、陰影が効かないというか、ベタな仕上がりになっちゃうんで、影を、要は光と影も含めて塗装で表現しましょうって話ですよ。何か川口さん、昭和基地からのレポートみたいって言うんでありましたね、昔お正月必ずやってたじゃないですか。今昭和基地から電話がつながっておりますとかやってましたよね。最近だとやっぱネットだけど、やっぱね、店のホームページがあればいいってのことです。いや、あると思います。あるんで探してください、はい、探してください。オートモデル GT とかね、はい、それで探していただければ。これで最終的にさらにね、エナメルのスミレオ塗料のブラウンとかブラックを使って、ちょっとさらにこうオイル感とかね、ウェザリング感をちょっと出していくんですけどね。そう書いてる人がいましたよね。クイックブーストのね、エジェクトリング切り出せる人いるんですけど、本当型抜きみたいなね、バリに埋もれてるんですよ。あれ、これ使うより真鍮線で丸めた方が絶対に早いと思うんで。もっとお店のサイトで通販やってますって大体的にやってくださいよ。注目きますよ、川口さん。結構やってると思う。やってると思うんだけど。スネークってそれがあれか。川口さんは町田に来ればいいのに、まあ、今県をね、またぐのが ね、そう、ダメなんね。3密のちょっとね、はい、そこは避けたいところではあるので。あちら行くのにね、東京をまたいでさらに千葉なんで。それは今はね、時期的にやめておこうという自粛です、なんでもね。店の在庫をツイッターにアップしてくだされば模型の通販買えるのに。なるほどね。絶対めんどくさいとか言いそうな気がする。そうですね、やるの社長だから社長また大暴れになっちゃう。コロナ収まる、みんな外で遊ぶプラモが売れないんだ10万円給付されたら2万円でプレステ4買うわ。もうそれも手ですけど。みんななんかそういうこうね、いいっすね。オリスの死にざま、死にぎわ、死にざま、死にぎわかっこいい。あの部屋の電気消してくれっつって。あれですよ。息だけでなんか抜けてきたぜみたいな感じっすよ。あれミッキーあれずるいっすよね。上から援護してる。そうそう。だけどまあでもだからあの辺はどっちかっていうと、ほらあの当初なんで読み切りを意識してた頃だから、まだね、芯もすごいクールなんですよね。スーパーセーバーはキットに恵まれてないですね。そうですね、あんまりいいキットないですね。確かにね、確かにいいので48欲しいな。タミヤさん、よろしくお願いします。結構あのベトナムでも使ってるしね、いろいろ。戸塚さん、トラペナ持ってるそうです。スーパーセーバー。あれもね、悪い気。モノグラムはね、結構衝撃だったんですよ。上下分割なんですよ。で、胴体上面に主翼と水平尾翼が一緒にくっついてる。あのパターンか。で、モノグラムなんで歪んでるっていうね。丸屋もそうですよ。結構大体に主翼がね、こんなになっちゃってる。タミヤ、モスキートを誕生日プレゼントでもらったのですが、注意するところはありますかと。いや、ほとんどね、パチパチですよ、あの切ったパチ組、うん、ただモスキートはモールドが少ないので、その木製機らしさをね、出すのがなかなかちょっと大変かな。ツルツルになっちゃうんで。 AT48 でお願いしますって。あれ新規金型ってことですかね。 AT を作られるんでしたら、いい、あれさっきどこ行ったっけいい本というかね、いい DVD がね、あるんですけどね。もらってどこ置いたんだ俺向こう持ってったとか。いや、ここの辺にね、多分。あれ持ってってないよね。なんで消えちゃうの。あ、いたいた。0点作るんでした。これにちょっとね、こういう感じで塗り方がね、書いてますよね。こういう感じですね。イタレリの48分の1をね、作って。そうですね。あのね、こう作って思ったんですけど、タミヤさんの A 点 A、はいはいはい、古いんですけどいいキットですよ。そうですね、あの組んでみるとね、いいんですよ。あれ凸モールドっていうところがあるんですけど、 A 点は凸でもね、違和感ないんですよ。やっぱ戦車みたいな武骨なところがあるんでね。ちょっとオリーボスの18分の1ハリアーツってどれぐらいの大きさなんでしょうか。これぐらい、でかいです。
名人がタミヤの YouTube で紹介されていたコンプレッサーアドバンス買いました。ありがとうございます。使いやすいです。あれはね、本当にいいコンプレッサーですよ。アドバンス、タミヤが日物の代わりに新規金型で30センチシリーズ作ればいいんですよ。まあそういうね、子供入門用のね、船のプラモデルとかね、そういうのがあるといいんですけどね。ミニ四駆のモーターつけるすごい速い速いやつ。ああ、ウルフパックにやられた時ですよね、クッキーが。そうそう、ね、あのなんかね、それも何色で。そうですね、317かな、なんかあのコックピット用のグレーですね。317か、はいですね、で下に黒を引いてるんで、はい、若干アンダーにはなるんですよ。だからそれを狙ってるんでね。こうベタに塗るんじゃなくて、こういう感じでね、意識的にちょっとムラを作って塗ってるような感じですよね。うん、Y モードの新カラーと7人ファントム楽しみです。多分、ね、秋までには出るっぽいですね。そんな感じですね。私も楽しみですよ。久々の新しいファントムですもんね。そうですね。ピンセット、私は名人仕様のオレンジとグレーのケース付き9本セット買いました。はい、アマゾンでね、売ってるんですよ。すごくいいんですよ。ラッカーこんなところで吹いたら怒られる。普通そうっすよ。怒る人いないから大丈夫です。島之助が嫌な顔するぐらい。嫌な顔するでしょう、ね、よう換気してます。換気します。やっぱりあれですね、塗料は浸水性 OB カラーが匂いがきつくなくていいなと。あれもそう思いますよ、本当に。あれ特色が出たらね、ね、本当にね、クレオさんお願いしますよ。こんにちは、先月リューターで悩んでたものですと。結局アルゴファイルのリューター、筋彫り堂の精神 V2 と同じのを買いました。ああ、いいですね。歯科医になった気分です。吸引です。私も歯医者さんにね、通ってますからね。今日塗装ブースは、まあクレオスさんのね、はい、機能してますね。はい、あのスイッチ入れてないんで、はい、なんでかというと煙っていうか排気の持ってきどころがないのでね、はい、こっちちょっとこのリビングだと吹き返しを防ぐためだけにのみ使ってますからね。ちょっと今デカールを貼りますんでね、ちょっとお水を。ツインキューブ、うちのだいぶ音が大きくなってきた。でもなんかグリスアップとかなんかすればいいんでしょうけどね。ですね、はい、うん、ちょっと止めます。名人のアバンギャルドの F14D DVD とか本は出さないんですか、作り方のっていう。なんかとりあえず予定はないんですけど、ね、まあ、配信でね、最終回やろうと思って、ね、それがまあ今回のね、ちょっとあれになってしまったので、はい、一応私完成させましたんでね。そうですね、できてますね、あ、名人の曇らないという言葉を信じて先日作った青島の HTB コウノトリ太陽電池クリアーパーツにワンパンチを使いましたが、はい、本当に曇らないですね、はい、そうなんですね。おかげで楽に作業ができました。よかったです。鋭いな、後ろを見てる人がいるんだ。誰ですか、ニハーパー。ウイスキーお好きですよ。ウイスキー好きなんですよ、だから。水洗いできるの大きいですね。レジン1万円近くしてるの見ました。個人事業主は持続化給付金申請で100万円もらえますよ。やりましたね。100万円ですよ、また。名人の塗り方はビッグカラーなどでもできるのでしょうか。基本的には一定の塗り方でしょうか。いや、基本的には一緒です。一緒ですね。だから水性であってもラッカーであっても下に黒を引いて上にグレーなり何なり、
その機体色を重ねていくっていうねやり方で。フリーランスは最大100万円まで出ますよ。やりましたね。羨ましい。手続きめんどくせんだろうな、だろうな、ね、ごそっとそういうこと。みんな並ばなきゃですよ。並んで100万円くれるんだったらね、並びますけどね。いいじゃないですか、並べばいいじゃん。筆塗りの場合、ドライブラシ的に陰影をつけるようにしています。はいはい。それも全然ありです。はいはい、イタリアのトロン社、あ、これ川口さんからの、強力デカール軟化剤、現在完売中です。すいません、イタリアなので、現在すべての製造が休んでいます。川口さん。せっかくの正気を逃がす川口さん復活の日みたいだった。あれか、あれか、あの復活の日、草刈正雄ですよ。草刈正雄戻ってくる時か、ひえぼうぼうのボロボロになって、あ、なんかやる気が出ない時はどうすればいいですかやる気出すように頑張るしかない。うまいもん食うとか映画見るとか、ね、そう、ゆうべうまいもん食いましたからね、私ね、ちょっとね、馬刺しっす、馬刺しとちょっと合鴨のいただき物だったんですけどね、息子に食われる前に食っちゃわないと。それ今何やってるんですか。あのサイドコンソールのデカールを貼ってるんですけどね、ちょっとデコボコがすごいのでちょっと一部カットして、でさっき何じゃないですけどセッターをねこうビジャビジャ塗るわけですよ。ただ結構下がデコボコしてるんで浮いちゃってるんで、でこれ一部スロットルレバーのとこだけねさすがにカットしました。でこれをドライヤーの温風で炙ります。炙るっていうかね、空気の圧力で押し付けちゃうんですけどね。0.2mpa ぐらい吹けてる。今は普通に買えるコンプレッサーで、静かなタミヤさんのパワーコンプレッサーですね、はい、あれ圧上限 0.2 ぐらいまで行きますからね。あ、講座中止中ですよねと。そうなんですね、これから予約だと相当時間かかるんですかね。一応ね、まあ、今月いっぱいのその緊急事態宣言解除をということを目安にして、まああのやっぱり先行で今回あの伸びちゃった方は優先になってるんですけど、あの講座の申し込みっていうか、まあなんていうんですか、再開した時には受けられます、うん、今やってるのはとりあえずあの延期になっちゃった方たちを優先でね、ずらしてやってるいただいてるので、でもまああのまあそんなには先にならないと思いますけどね。あ、昭和基地のレポートは宇宙よりも遠い場所確かにそうかもしれない。ヨンパチのホビーボスの閉店は良いですか。悪くはないと思いますよ、ね、そうですね。ただ、まあ、イタリアのが後発なのでね、割とイタリアのが人気があるんですよね。72分の1フランカー、長谷川とズレズはどっちが買うか迷ってます。作りやすいのは長谷川のが作りやすいと思います。パーツが少ないんで。はいはいはい。川口さん、タミヤの24のアクシア GT は売れましたか。これはあれですかね、うん、店のことですか。そうね、ワンパンチが欲しいけど本体価格と北海道までの送料が同じなのに厳しいな。ユニクロだってどうなんだろう、まだ手に あるとこあるんじゃないですか。これだってユニクロがだって今閉まっちゃってるとこが多いんじゃないの、ね、通販でね、もう今解除された場所のユニクロだったら買えるんじゃないですかね。この辺はね軒並みダメですからね、閉まっちゃってますからね。10万円半分は自動車税に消える。確かに。ユニクロガンプラはどうなんだろう。インターネット見るとまあなくなり次第終了で、はい、アクシア売れちゃいました運転は新型でとあるメーカーさんが帰国進行中だそうです。あ、そうなんですかね。柳井さんならだんだんだいたいどこだか分かるだろう。あ、毎回ツインビーの機体に見えますが掃除機ですか。あれですよ、え、あれ、あ、
あれあの島之助カプセルですけどね。10万円でバイオリンの何弦っていうんですかこれと弓の毛玉買います。ああそれでそんな金額いっちゃうんだよ。徳良君がその辺詳しいんじゃないですか。そうですね彼はね。 A10 の新作気になる。いや4パチャもでかいな。俺この間もう覚醒しましたよ。何言ってんすか。私3人がいいわ。私3人があってあるんですよ。3人がいや4パチでかいわ。ちょっと直線欲だからしょうがないんですけどね。でかいっすよ。ああ今度発売されるズレズタの48ミル24のレビューお願いします。ああハインドですね。ハインド川口さん、ワンパッチって液体なので U パックで送れないんですと。飛行機使うようなのでだから定型外とかで送れないそうです。ああなるほどね。ヤマトだけと多分北海道の話ですね。そうですね。赤質問、タミヤ24のセリカスープラマーシャルの赤ボディのプラ素材は染み上がりする素材でしょうか。ちょっと確認してないんで何とも言えないんですけど、はい、多分大丈夫だと思いますけどね。そんなにあの蛍光系のプラじゃなかったと思うから、はい、普通にサフで下抑えられると思いますけどね、はい、あさっきも72スケールのホッカーアインデッカーを作ってたんですが、はい、ワイヤーを貼るのが難しいです。まああの針線はねもう結構もうみんな大変なので。川口さんの YouTube の配信はないのかなって。多分やると思いますよ。なんか自分で今度やるって言ってました。またあれですか DJ ノブ DJ じゃないやつをやりたいって言ってました。なんか鈴の音がしたから起きたな。何何ですか。食べればいいじゃん。遠慮しなくていいですよ。そこのご飯あんだから食べなさい。寝てた。あ寝てた。寝てた。結構寝るんすね。結構寝るんですね。昼間じっと寝てるよね。それで夜大暴れするんだからね。勘弁してください。朝の4時に人を起こすのをやめてください。ご飯食べてる。ご飯食べてる。コックピットを作ってるんですね。そうですね。今スティックの先端とかをねちょっと塗ってます。でサイドコンソールのデカールも今貼ってちょっと部分的にタッチアップをして、はいはい、で今まあこういう感じですね。ちょっとこんな感じでね。そのまま溜めてもらっていいですか。ああなるほど、はいはい、で景気盤やっぱあのこれもさっき言ったほらデカールこういう風にやった方が楽なんですよ。デカあの切り離しちゃうよりね全面デカールが入るので。ちょっと止めます、はい、止めてお願いします。横からボリ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 という音が聞こえてきますけどね。もうピンだなちっちゃいからね。ありました。はい大丈夫です。エウェキスのグルミットエアプレン、あそれね。あ、はいはいはい、随分前に作ったやつです。それは私かみさんのリクエストで作ったんだよね。あ、うん、好きそうですねそういう、うん、あれは遊んでくれるのか。起きたよ報告の時点。タビタどこ行くの。パワーコンプレッサーの件ありがとうございます。もう一つ質問なのですが、はい、塗装ブースを室内に配置したいのですが何かいい方法ありますか。いや結局室内とね、まあミストはね、はい、あのフィルターのところに取ってくるんで匂いはだからまあ段ボール箱の中に、はいうん、まあ新聞入れてミストだけ取るか匂いは出ちゃいますからね。だからねアトリエではどういうふうに配置してますか。アトリエはですね実はまあホースがあってはい、それはあのまあ普通の石油のポリタンクそれを改造したものの中にホースをつないであるんですよ、はいはい、でそのポリタンク自体3分の2ぐらいお水が入ってます、はい、で両方にこうペーパーのフィルターが入れてあるんですよ、はいはい、ホースの出口と
それがその空気が抜けるためのポリタンクのキャップ外してあるんですね、はい、でそれが水面の上がこう空気を流れるようにします、うん、そうすると水面の上にこうミストの粉が落ちるので、ただやっぱり匂いは取れません。はい、何何よ、ご飯食べた、ご飯食べた、名人も減ったら個人経営者ももらえるんじゃなかったかなと。やりましたね、まあね、100万円です、100万円クイズハンターですか。いいな。今回の質問で申し訳ありませんが、タミヤさんのモーターライブの頃の金型の定員の2体ベルトはなぜ現行の材質に変更されないんでしょうか。はい、すいません聞こえなかった。昔 の、あのモーターライズの戦車の、はいはい、商品の2体あるじゃないですか、はい、あれはなんで今の材質に。いや結局そのやっぱ塗装できないとか皆さんがいろいろいただいて、タメザのもまあ塗装できるような素材に切り替えたみたいですね。歯医者行くと何か使えそうな工具ないか思わずチェックしますね。まあね、こう座るじゃないですか、で先生がちょっとお待ちくださいねって言ってしばらくこうじーっと横見てると並んでるじゃないですか、並んでるね、ただね、そう見るじゃないですか、歯が痛くなってくるんですよね。これで削られるかとかも確かにだあの模型用のりとかあんま変わんないんですよね、見た目はね。あ、そうすごいですよ、事業所得で確定申告していれば簡単にもらえます。あ、継続給付金。そうなんですよね、千葉なんだ、上野かと思ってた、あの場所。そうなんです、千葉なんですね。イタリアといえば、イタリアといえばカルトグラフは支援とか出ないんだろうか、多分出ます。いやもう全面的にね、だって工場関係ね、はい、全部止まっちゃいましたもん、ね、はい、イタリアダメだそうです、うん、今日は川口さん、巨匠は岡澤さん、柳井さん、編集長とコメント欄が多彩です。そう、七井ちゃんもいましたね。スラメージン、タムヤの4パチの T55 を組んでください。ああ、はい、なんだよ、なに川口さん、南極にいるんですか、電話出れないって。さっきのあれが南極に、あのヒゲはいてもおかしくないヒゲですよね。自粛期間でだいぶ積み減らせましたが、飾る場所が なくなりつつあります。もうそんなものは花からないっすよ。 PC 配信ならマルチ画面で表示できるのにね、ちょっとね、さっき実は今日スタート時にねそれやったんですけどね、ズームだとできるんですけど、ズームがちょっとね事情で使えないもんで、キャプチャー画面で複数表示すれば川口さんも出れるのにね。そうなんですよね。あ、ユニクロのコラボガンダムは数量限定だったと思います。もう終わってると思います。ああ、そんなやっぱまあ人気あるでしょうからね。いやこれね、あれなんですよ、YouTuber がみんな作ってたんですよ。ああ、それであったんですね。だったらもう俺らはいいかなっていう気持ちはあったんですよ、まあ、パチパチ作ってワーワー言ってるから、パチパチ作ってワーワーっていいですよね。結構しつこいですからね。意外とこれがうるさいって。そう、今10万円もらっても後からの回収増税が恐ろしい。そうですね、そうなるでしょう。名人の10万円の使い道はすでに決定ですよね。もう先に使ってますからね。やめてください。何その壊れる前提みたいな。掃除機、洗濯機、テレビですね。三種の神器みたいな。あれね、いやテレビはもう買ったじゃないですか。ああ、掃除機もね注文しちゃったんですよ、アマゾンに。安いっす、3800円ですか。大丈夫ですか、それ。分かんない、来てみて。あの今風のね、あの掃除機なんですけど、ね、まだね息子さんの10万円がありますから、ね、大丈夫大丈夫。それは生活の方にこう重点していくというか。あ、やっぱなんかタミヤ T55 を作ってる方もねいらっしゃいますね。あの辺は古いキットなんですけどね、はい、あ、4パチのもそこそこもうあれですけど、川口さんはなんかアメリカ自動車文化から始まってっていう配信をやりたいそうです、ね、ああすごい、なんか壮大ですね。なんか大学の先生がやりそうな、タッカーとか出てくるんじゃないですか。あ、猫に話しかけるときはなぜか赤ちゃんに話しかけるようになってしまうんですよね。そうなるんですよ、何してんのとかね。
猫の方が年上かもしれない、ね、島之助ももう10歳超えましたからね、もう50代、私同年代ですよね、あいない。ポリタンクフィルターいいですね。そうなんです。ただね、あのやっぱ水結構早い気圧してきますんで、水の汚れとかもね気にしながらやんなきゃいけないんですけどね。名人は旧キットのガンプラはどれくらい買い占めたんですか。いや旧キットはねそんなあの HUG より MG の方結構あれですね。こっちの方がいいっすもんね、どう見てもね、うん、今サーベルなんかついてないもんね。これちゃんと手首もね、あの普通の手も入ってるんでいいですよ。ヒートもどっか行っちゃったもん。どっかヒートロッド入ってた、入ったけどつけようと思ったら手首がパーンって終わった。仕事終わったから配信見れます。タムタムの駐車場でチラ見。混んでますかタムタムさん。ねえ、ね、この間私塗料をね買いにたまに行くんですけどね、はいはい、雑談でもいいですから川口さん配信してください。スパイクのモノマネ時間耐久でもいいです。やだよ、そんなの見たく、そんなの見たくない。家だと換気も不十分だし窓から出す方が。そうですね、そう窓が ね自分の机のそばに窓があればそれできるじゃないですか、はいはい、でも窓がないとねなかなかうまくそうもいかないので。小さいパーツでピントが合わないときは後ろに手のひらを かざすとピントが合いますよ。あ、手の方にピントをまず合わせてってやつですね。今の工程はデカール貼ってセッターに行ってドライヤーをかけるという工程でよろしいですか。そうです、そうです。それでまあデカールがちょっとねこうサイドコンソールデコボコしてるのでこうデカールが浮いちゃうとことかあるんですよ、はい、そういうところはまあ塗料の黒でねタッチアップをしてちょっと入れてます。ご飯食べたよ報告猫。そう報告来るんですよ猫って。インタコを買っておけば塗料の匂い分からなくなる説。あ、いつか黙々と制作している名人の手元のアップの配信を見たいです。なんかそれもいろいろね、いろいろ考えてはいるんですけど ね、まあ、今回はスペシャル配信なんでなかなかそうもいかなくて、はい、手元が、まあ、仕上がったものをちょっと見ていただいて、はいはい、手元の場合はねその追わなきゃいけないですからね。そうなんです。一人だとね結構追えないんですよ。でまあ、あと 2,3 日したらとある動画をアップするのでそれを見てもらうと。そうですね、まあまあまあテストしてるなっていうのは分かってもらえるかなと思いますので。いろいろやってるんですよ。そうですね、私は何もしてないですけどね、ササピーが頑張ってますんで。まあまあとある、計画があって、まあ、それを実行に移してる感じなんです、まあまあ、そうですね。ケーキ版もね、だいたいちょっと、まあ、まあ見えないと思うんですけど、デカール側のセッターのおかげでね。で、さっきあの質問の方があったと思うんですけど、セッターは糊の成分が入ってますんでね。それをうまくこう、生かして、ぴったりと密着させてます。これはあれですか、あのドライブラシ。いや何もしてない。デカール貼っただけです、うん、でこの後ちょっと艶消しクリアかけてね、はい、定着させるのと、まあ艶がやっぱちょっと今テラッとしちゃってるじゃないですか。だから、はい、これ下の付け根をこの317でいいのか。で S の9番 S パーツってどれだよ。アバンギャルドの F14D を作ってるのを見ると作ってみましたけれど細かいところが飛んでるので知りたいところが分からないんですよねと。上がってる YouTube の動画はそうっすね、まあなかなかね全部をこう網羅となると配信向きじゃないんですよね。もうひたすら細かい作業をねこう繰り返してって話になっちゃうんでね。そう、それでそのまあここだけの話って言っちゃうとあれなんだけど
その特化したねそういう動画をその YouTube じゃないところで配信をしようと思ってます。それはあの徐々に計画が進んでおりますので、またそれは楽しみにしていただいてですね、はい、先日の生放送のアーカイブ G のやつは、題名はまだないのチャンネルで見れますので、あそこのチャンネルも、ぼちぼち新展開をしてきますので何を新展開を、あれ、Sポーツってどれだ、あ、ポリンタンクやってみます、今ゾイド作ってます、映るときにちゃんといる島之助かわいい、歯医者の歯の根っこ治療用ヤスリは釣り具屋で売ってますねそうなんだ、うちにね、あの私の講座の生徒さんで歯医者さんいらっしゃるんですよ、はいはいはい、そういう方が言ってましたけど、はい、変わらないですよってただ嫌でしょ、歯医者さん行って自分の床パッと見たらタミヤのマークとかついてたら不安になるでしょうって言われそれはそうですねって話になる。川口さん、昭和基地にいたら即席麺食べて送られる班長 似てなくもない、そんな人いる、歯科衛生士が一番使いそうです。あ、歯医者さんすごいですよ、あのポリパテの練り方とかすごいうまいですよ、チャッ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 ってね、あの肩取るあのゴムを、ね、そうそうすごいですよ、すごいですよ、ボソッと言ってましたもん、このリューターうちで使えねえかなとかボソッと言ってましたけど、くれないの豚サボイは S21F を買ったんですが72ではなく48でびっくりしました。48でもあれすごく小さいのでね、はい、そんなにね S ってどういうこれ、あ、曲中のパーツこれか、3密ダメなのにマイナンバー読ませるカードリーダーがないので押しかけてるらしいですね、結局ね、なんかもうなんか暗証番号忘れたとか、ね、それの問い合わせでパンクするんですよね、したんですよね確か、回線が年寄りみんな忘れちゃったっていうの多いよね、よし、これがデカールの上からつくのか、あれ、ケーキ盤どこ行った、いやしかし皆さんもね、時間、まあ、プラモデルがもうちょい頑張るしかないですね。タミヤの新発売に CBR1000 が出てましたね。出てますね。マキタの掃除機。ああ、マキタの掃除機あるの。マキタの掃除機ね、あるんですけどね、結構いいお値段しますよ、確か。掃除機もね、まさか掃除機まで壊れるとはね、ちょっとね。さあさあ、この今地味なピットを作ってます、これ一番地味なんですけど時間結構かかるんですよねどうしてもね、はい、どうしてもね3800円の掃除機ってほうきとちりとりじゃないですかそれ違うでしょそれ違うでしょドイツでもどこでも給付金給付金って言っても全部借金ですからね、そうっすね、こんにちは、先日ウルフパックのMIG 27を買ったばかりなので勉強になります。あ、まあ、この辺はねまたちょっと私のツイッターの方とかでね、はいはいはい、制作工程をってアップしますんで、そちらも見ていただければ細かいことは、このコクピット作りの時ってその本当もっとねきっちり撮んないと撮れないんですよ、ね、そな手元映したって何やってるか分かんないですからね、この配信向きじゃないんですよね、結構サリドでコックピット作んないとね先に進めないのでね、そうそうそう、通常の配信だったら横からカメラで狙うんですけど、某ライト版をマグネット貼れるように改造中、ありそうでない機体ベトナムスキームの A 点、まあ、ベトナムまあまあないですよね、だってベトナムの時 A 点ないから、ああ、知り合いでも冷蔵庫とベッドで40万、去年の今頃もエアコン、ガス代などで消えてったみたいです、ね、冷蔵庫高いですよね、大きいのになると、ね、中高生とか10万死ぬ気で取りに来るだろうな。川口さん編集長の配信意外とまともだからビビる意外とまともって言われてる川口さんのアメ車歴史配信テーマ曲は小林明の自動車ショー、自動車ショー歌か自動車ショーか、そうか、そんなんですか、あのトヨなんてなんとかなんとかか、あれかあれ全部車の名前になってるやつ、タ
まだまだ面接落ちた学士。あ、そうなんだ。ファインモールズの7人のファントム楽しみすぎます。楽しいっすよね。あれいいっすよ。良さそうっすよ。質問です。模型用の1液性ウレタンクリアと2液性ウレタンクリアの違いを教えてください。違いというか、まあ、片方は硬化剤混ぜ、一液性は混ぜないで、まあ、普通の塗料と同じように使えるんですけどね。あれ難しいですよ。あのね、希釈が難しいです。本当に前に一回ちょっとね使おうと思ったんですけど、やっぱなかなかこうベストの希釈になってくんないんですよ。ザラザラになっちゃって。で、二液性の方がそういう意味ではコントロールはしやすいと思いますけど、硬化剤のね、あの配合比とか間違えると硬化不良を起こしたりとか、そういうあれになるので。ただやっぱ模型用としてどっち、まあでも最近一液も良くなってるとは思う、慣れなんでしょうけどね、うん、あとあくまでこれ個人的意見なんですけど、一液性がね、なんかね黄ばみが出るんですよ。なんかそれが嫌で使わなかった記憶があります。長谷川アトムキャットを簡単に作るコツありますか？以前の配信をご覧ください。4パチでした。そう、あの簡単に作るっていうか、古いキットなのでやっぱ各パーツの合わせとかがね大変なので、十分なすり合わせときっちりとこう仮組みをねしてあげれば、あのできないものはいいんですよ。すごくいいキットなので頑張って今やってる人もいますけどね。プロポーション的にはあれが一番好きだって方も多いので。意外といいっす。はい、なーに、なーにを飽きたんでしょ、寝てんの。はい、寝て飽きた。なーに、何ですか、何よ。うん、何文句垂れてんのよ。あ、これ文句なんです。にょ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 、お腹すいたんです。いや、さっくってご飯食べたでしょね。はいはいはい、このタミヤ48だとこのゴールデンウィークで KV2 作りましたよ。ダイキャスト部分の接着に瞬着使わないといけない点以外はバチバチとできましたね。そう、あの初期のシリーズはみんなダイキャストシャシーなので、そこはね確かにあのちょっとめんどくさいんですけどね。ね、めんどくさいんだよね。うん、分かった、こっちに寝てればいいじゃん。そうそう、知山にも言いましたが、税金で税金を払うなって言ってしまった。まあね、これもらえばいいじゃん。9時間のことかな、手元もくもく。いや、まあまあまあね、手元は見たいですよね、やっぱね。良い景色には環境大善のキエールがいいですよ。ペット用もあります、名人。軟化剤在庫あるんですかね、電話すれば買えますかね。川口さんかな、それは川口さん答えてください。48の航空機の景気板パネルデカール見えなくて困ります。確かに人にお前はおやつ開けさしといて逃げるな、こら。よいしょよいしょ。あ、ケンタや551豚まんってあのあれっすか。 あの有名なやつですね。はい、置いといても匂いが消せると。それはより強い匂いでこうごまかす。飛行機のキャノピーは開閉式のものはあまり見ないのですが、プラモデルの作り的に難しいのでしょうか。あのやっぱヒンジがね、キャノピーの開閉式のキットあるんでしょうか。あの開閉式っていうか、昔のあの対戦ゲームでスライドでね、はいはいはい、コアクエストとかありますけど、はい、あんまり開閉式はないですね。やっぱ強度が出ないから、やっぱこうやってるとパキッていっちゃうし、そういうあれがあるから、まあそれでもやっぱピッタッと合わせるのが難しいんだと思いますよ。うん、あと避難したチャンネルは残しますか、残した方がいいかも。実はね、次なる展開があるんで、皆さん、登録はそのままで消したりしないようにしてくださいね。はい、川口さんの放送は川口さんのチャンネルになるのか、モデラートさんのチャンネルにするのでしょうかね、と。確かご自分のでやるようなこと言ってました。そういえば、見てなんぼも、昔はツベじゃなくてユーストリームでしたね。そうなんです、ね。まあ、画質動画のね問題でいろいろこうあって、ユーストリームはなんかね、アジア支局がなくなったんですよ。あ、それであれか。そう、それで、もう、はい、消しますよって言われて避難してきたんですね。鹿木講師さんってカープラモデラーでいらっしゃいますよね。いますね。アクステオンさんですかね。うん、私の知り合いでも鹿木講師でプラモデラーやってるやついますけどね。本職はやっぱり早くて上手、アンダー
パンダ漬けがうまいのコアなマニアじゃなくて町工場の LINE のベテランのおばちゃんだったりする。いやだから同じこうなんかね、ひたすらこうやってる方はうまいですよ、そういうの。そうそう、食べた？空気清浄機メーカーから塗料の匂い取るやつ出ないのかなと。出すと売れそうだけど、今聞いたら溶剤は無理とか聞いたんだけれども。あの今ガイアノンツさんがそのシンナー臭っていうか、あの消すっていうか、空気中のなんかその溶剤臭の分子に吸着して下に落としちゃうのを出してるんですよね。あのその辺はちょっと興味があるんですけどね。まだね、僕現物見てないんですよ。マキタの掃除機自宅用に使ってたそうです。水飲んでやる。ありがとうございます。 G のやつ見られるんですね。どこにリンクありますか。すいません、教えていただけますか。どうすればいいんだろう。はい、後ほどリンクを貼ります。ちょっとつや消しくるよ。こんにちは。アカデミーの K2 戦車完成しました。おめでとうございます。うちの財政破綻してハイパー、そのうちか、そのうち財政破綻してハイパーインフレになるから、今のうち現金は物に変えておきたまえ。給付金や借金ではありません。もらえます。おやつだけ食って逃げるね、お前はよ。とりあえずもらうもんもらったからご機嫌だな。カメラ目線ね。あ、でも毛が確かに変わってきてますね。そう、夏毛になってきて、短くなってます。でもだいぶ佐々木君に慣れたよ ね、 そうですね。最近あのカエレビーム出さなくなったね。この放送は どれくらいのペースで配信なんですか。隔週なんですか。毎週は無理なのかな。土日のどっちか決まってくれれば見やすいんですが。すいません、毎週やってます。毎週やってます。自粛が終わるまでやろうかって話で。そうですね。水戸人のもう塗料スプレー吹いてもこっちにいるのに、ね、飽きたな。一人でいるのが飽きたんだな。チューブ内に題名はまだないやつで探せば見れると思います。そうですね。あ、これは知らなければいいかな。あったな。自動車紹介みたいな、あのコニーなんとかなんとかでって。どうでしょうな、アメリカ。そう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 、やっ歌ってたじゃん。あ、一液ウレタンは最初から硬化剤が混ざってるだけで気軽に使えるような気がするだけで毒性も変わらないです。本当は使いやすいのは二液だそうです。やっぱそうでしょうね。マキタの掃除機は猫の毛は厳しいです。え、何が厳しい。マキタの掃除機は猫の毛は厳しいみたいな。あ、吸わないのか。二液といえばノブウレタン。ノブしか使ったことない。釣り具用のはすぐ劣化してダメでした。いやだからフィニッシャーさんのオートクリアはいいですよ、本当に。実際問題ね。あ、これおしっこ出ますよっていう報告なんですか、これ。何、島のスケール。いや、そんな報告はしないよ。した後はするけどね。出たよーっつって。だそれ単にトイレ掃除してねーっていう、そういうあれだから。長谷川金型回収してくれないかな、トム猫。やってほしいですけどね。ねえ、そう思います。あえてね、あえて。あのプロポーションのままでね。かっこいいですよ。うん、やっぱり。それは僕も思いますね。ああ、本当にね。僕だってあと5個持ってます。私だいぶ、あのすいません、私だいぶ処分させていただいたので。処分つっちゃいけないな。あの皆さんにね、譲り渡しましたので。どうすんだ、俺は。あの、あれなんですよ、ブラックナイツのファーボローのなんかセットでカール買ったんですよ。あ、だからあと6機ぐらい作れるんですよ。作ればいいじゃん。じゃあ買うか。作ればいいじゃん。まあ、島の助配信をやめろ、俺と遊べっていうことです。そう寝てんのが飽きたん。日が落ちてきたから起きてきたな、やつら。確か家族の場合、世帯主の口座にまとめて振り込みだから、息子さんのもゲット。そうそうそう。お父さん、すみません。
いるんだから今日。たむたむでお買い物終了。以前名人に初心者には厳しいと言われたキティホークの48クーガーを買ってしまいました。地獄を見そうです。いや、そんなことはないと思いますよ。大変だな。キティホークスからね。あのね、インストにやっぱミスが多いんですよ。はあ、塗装指示にしても信用する低台面にあるし、ね、でこのあとちょっとこのインテークダクトをね、はいはい、まあここにこういう形で入るわけですよ、はい、で別の方がさっきおっしゃってましたけど、このインテークダクト自体がこういうね、まあ上下分割なわけですよ、はいはい、だからまあ言ってしまえばこの内側にこうパーティングラインが出てしまうので、はいはい、でやっぱ白なんですね、はい、ダクトなんで、そこをどうするかっていうと、あの工程ではこの316番塗るんですけど、はい、やっぱインペ力弱いんで最初にねこの GX の白になります。で最後に316をかけてやると微妙に色がつくんですけど、であの GX のホワイトをかけた時点で継ぎ目消しのちょっと裏技を使いますんで、ちょっと待っててください、ね、こっちから取れますか。こっちから大丈夫です。向こう行った方がいいですか。いや大丈夫大丈夫、まだその作業じゃないので。ワンカメ体制だとこんなもんなんだ ね、まあ今回はちょっと勘弁していただいてね、はい、そこはね。大キャストはなぁと、タミヤの3号ルクレールの天輪もプラになったらしいし、48テンションもプラ写真にしてほしいな。そうルクレール天輪までメタルだったんですよね、あれね。あ、川口さん真面目に、一撃は木工家具、紙など伸びる素材に適していて、家具など黄色くなると重厚感が出る。ああ逆にね。なるほど、ね。手軽に使えるそうです。ホームセンターとかでも売ってますからね。はいはい。あ、また F15 のあの DVD を繰り返し見ています。ありがとうございます。僕の CM ギャランティー使ってないよね、島の助。この間あげたから。ね。チュールをいただきましたけど。ちゃんとね、差し上げました、ね。本当にね、過去に CM 出演歴がありますからね、本当に。スマホ越しの録画ならスマホを液晶見ながら、配信なら手元撮影可能かも、ね。前回の配信、題名はまだないで検索して出ませんかって。多分出ます、出ます。閉店って。A 店ってプラモよりもゲームセンターのゲームで知りましたと。ああそういうゲームあったんだ、 A 店が出てくるゲーム。エリア88じゃないですか。ゲーセンであったエリア88。ああありましたね、横スクロールのやつ。 あれでそのスーパーファミコンに移植されたんですよ最初の。ああでもシューティングでしょ、ただのシューティングっすよ。すげえ目がつかないんですよ横スクロール。横スクロールですね。地上空母とかいたような気するな。あれはさすがに模型出ませんでしたね。出ませんでしたね。ぜひね、あれですよ、超徳さんのメーカーで地上空母。地上空母、ね、っていう話を昔した気がする。やっぱセッター品切れでないみたいですね。ああ、だから各社同様のものを出してますのでね、はいはい、ガレージキットもやっぱ最初歯科用のレジンからやってたんですね。だから前言いましたけど歯科用のレジンって硬いんですよ、硬いんですよ、はあ、デザインナイフの刃が欠けるぐらい硬いので、はあ、ちょっとねやっぱ今のホビー用のレジンがどれだけいいかっていうのがよく分かりますよ、はい。塗装ブースの排気がすぐ後ろに置いた空気清浄機に吸わせてます。だからそれやってるとね、空気清浄機のフィルターがあっという間に詰まりますよ。あ、まあこまめに掃除してやればねいいんですけど、あとあれですよ、やっぱり夏場なんかそうですけどエアコンのね、はいはい、フィルターもあっという間に塗料の結構ミストで詰まるんで、よいしょ。今ねちょっとまあ仮組みですけどまだこんな感じですよ。これゆっくり降ります。
コックピットも割とあっさりしてるんでね。ね、うん、だから作りやすいんですよ、このキット。これでも相当評判良かったですもんね。で、客なんかポリキャップで差し込むようになってるんで、はい、水平尾翼とかね。だから後付けがポコポコできるんで、ありがとうございます。いいですよ、これは本当に。まあ、トムキャットより構造がね、簡単だから作りやすいですよね。まあまあ、ファントムみたいな、ほら、サイドインテークでもないし、はいはい、っていう部分もあるんでね。あ、題名はまだない、検索したけどゲーム動画しか出ず、よろしくお願いします。ちょっとね、待ってね、じゃあね、どっかね、これあったかな。レジンキットを煮込むの落ちたのつい、そうだから、レジンキットは歪みとかね、離型剤があるので煮込んで落とすっていうね、それもありますね。やっぱ歪みが一番しんどいですよね、どうしても。頑張っていろいろ作っていただいて、そうそう、いや、だってこの俺がですよ、この俺が作ってるぐらいです、ね、まあプラモがね、一番時間潰しというか、はい、潰しつっちゃいけないんだけど、だ結構皆さん書き込みのようなね、プラモやっててよかったみたいな人がね、自宅でこうなんかやるにしてもね、はいはい、インテークのね、はい、これからやりますね。インストーも完全に信用してはいけないのですね、さっきのキティホークから、例えばタミヤなんかはもう、例えば組んでるじゃないですか、はい、で部品がうまくはまんねえなとか、そういうのがあったとすると、まず自分を疑いなさいって言うんですよ。タミヤさんのは本当に右と左ですら間違えられないようになってるんですけど、海外さん、特にまあ中国大陸系のメーカーさんのは申し訳ないけど、こうインスト上の取り付け位置間違ってたりとか、向き間違ってたりとか多いので、まあしっかり仮組みとかね、そういうのをやって確認しながらやらないと後で泣きますよ。初期のねパンダホビーなんて7割ぐらい間違ってた。あと塗装指示も結構いい加減だったりするので、あとね、パンターなんかもそうなんですけど、結構もうデカールが貼れないんですよ。機種の局面にこう赤のファイアパターンのデカール入れたりするんですけど、はいはいはい、やっぱりね、だからそこは塗装にこうなっちゃうんでね、どうしても。はい、A10 はまだ現役なんでしょうか。現役です。現役ですよ。去年横田の機器さんに、ね、また確か延長プログラムかなんかね、組んだんですよね、はいはい、あれで。大キャストシャシーが一番面倒なのは持ち手、塗装時の持ち手だそうです、ね、そうですね。そう、スーパーミナエリア8は名作なんですよね。そうなんです。そうなの、名作です。A10C は現役ですよ。そうですね、去年の横田基地祭で飛んできました。そう、今は C が最新型なんですよ ね、 そ, うですね。そのクルセイダーなんですけど、フィギュアついてるんですか。ついてます。風のシーンはできるんですか。フィギュアはね、このご覧のように普通のこういうパイロットフィギュアついてますんで、髪の毛ふさってなってる。それはないですね。だからヘルメットはここの塗装だけで、デカール入ってる。デカールはないですか、自分でやってください。この時は例のクルセイダーの十字じゃないんですよ。ほら、赤字に白の星のヘルメットなんですよ。あ、これか。最初これなんですよ。これの後からヘルメットになるんですけどね。そうか、言うヘルメットは大事にしろって言われますよね。そう、ガコン投げ捨てるエスケープキラーが来た時ですね。そう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 、あの時 A10 は主翼を交換してあと10年ぐらい延命だっけな。そう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 、他に変わる対地攻撃機がないんですよね。ないですよね。48の大キャスト写真磁石でベースにくっつけるという手もあるけど、磁石を買わないといけないですよねと。A10 のグレックタイヤは松本零士がモデルなんです、ね、そんな感じですね。ああ、そうなのかな。そっくりじゃないですか。だって、ああ、初期の塗装ブース使用時にエアコンフィルターがうっすらコバルトブルーだったのを思い出したそうです。あ、地方はやっぱ淀の配送が最低1週間。
厳しいですね。そうです、うちのこのこの辺も2日か3日っすよ。でもテレビやっぱ1週間でしたよ。あ、うん、その48クルセーダーは丈夫そうな機体パーツですね。うん、あのすごくよくできてます。あのこれとかマルヨンが同時期なんですよね。だからポリキャップとか多用して結構ね、モールドもね、そう、シャープだし作りやすさ重視してるんで、すごくいいですよこのキット。おすすめですね。で塗装もほら米海軍機なんでね、特に名材ではないので、はあ、まああの原用機ビギナーさんにはおすすめかな。ちょっとねインテークとかテールパイプ結構薄いです。めちゃくちゃ薄いですよ。ほらテールパイプのところなんかこれぐらい薄いですか。ああ、はあ、本当だ。だからこう油が乗ってた頃の長谷川というかね、基本的に几帳面でね、すごくよくみんなできてるんで。中路キットは実物知らんと組めんと言ってますね。うん、タミヤとバンダイ以外はそんな感じですね。そうっすね。あとまあさっきのあのパンターとかクーガーはあれなんですけど、はい、物によってはねこういろいろアクセサリーでウェポンいっぱいついてるんですよ、ロシア系の機体なんかね。ただねで、その機体に積めないウェポンまでね積んじゃってる場合があるので、その辺も実機のちょっとリサーチしないと、ちょっと後で自分がこれ積めないですよとか言われちゃう時あるんで、そういうのも注意しなくちゃいけないんでね。一般人家にいろと言われても何もすることがない。モデラーいつもと変わりないがないかな。そうですね、いいのか悪いのか。モデラーの敵ドラゴソゴ、ドラゴンのあの日本語っすよね、ブラフとかね。巨匠はそれで間違った、それでも間違った記憶がタミヤのあれだってなんか説明書にくっつけてましたよ ね、 あのねドラゴンだけはどうかな、あの接着剤の違いが書いてあるんですよ、はい、あの頭がなんだっけな、あの狂って死に至るとかそんな恐ろしいのが、吸引すると狂って死に至るとか、なんかすごいことが書いてあったりする。まあ猛毒ということ。そう、で今こんな感じでね、客襲ノーブとほらクルゼーダーって主翼の取り付け方が変わるんで、背中のその内側の部分、それとまあ今これからまだ処理しなきゃいけない、こういう感じなんですよ内側の部分で。この辺全部ポリキャップが入ってて、主翼もこう稼働できるし、で尾翼もポリキャップ差し込みなんで別々に塗ってね、後付けもできるって、すごくいいキットなんですよ。これ出た時はすごい盛り上がりましたよね。そうね、やっぱりちょうどエリアチ関係の人、まあだって私が M ギャッツ特集組んだのはやっぱりクルセイダーっつったらっていう部分があったんで、ね、出たからでしたね、うん、中国も物自体はだんだん良くなってきてるんですけどね、国内キットほどの安心感はまだない、うん、だからそこはね、前にあの某社の社長が言ってたんですけど、その工業製品としてのプラスチック製品を作る技術はもうあの日本のメーカーさんに負けません、はい、ただその物に対する思い入れっていうのは自分たちがまだないんだと、はい、だからそういうミスが多いんですよね、はい、ウェポンにしても何にしてもね。僕ね、知り合いの海外のモデラーが言ってたんですけど、その中国のキットにはソウルがないって言ってました、うん、だから魂、だから思い入れがないってことなんですよね、はいはい。それどこのクルセイダーですか。長谷川の48分の1でございます。そういえばその後ウィングナットウィングスの情報ありますか。ないです、まだ分かりません、ね、え再生してほしいですけどね。で今ねこう接着しました、はい、うちが一回白い、はい、で原液の濃いドロッとした白を、はい、この継ぎ目のところにこうやって塗っていくんですよ筆で、はあ、で塗料でこのインテークの継ぎ目埋めちゃうんですね。あ、なるほど。パテとかじゃなくて薄めないで原液で、原液薄めたら結局何かやっても埋まらないから、はい、濃い原液でこうやってまずねこう塗っていっちゃう。で分かります、今消えてるのが。そのままで、で最初に白塗ったっていうのは奥行きがあるんで、最初から塗らないと奥の方塗料が回らなくなっちゃうんで、最初に塗っておいて、でさらに今継ぎ目の部分に濃い白をドローンとパテ代わりに入れたわけですね。まあまあまあ、はい、本当に分かってた。でこれをね、まあ、これ、まあ、濃い塗料使ってちょっと乾くのにね時間かかるんで、よいしょ
んでこんなもん立ち上がるんですか。最初のネットは撃墜されてから砂漠に落としてきた、ね、そうか、あの砂漠歩いて基地に帰る時だ。そうじゃ、ナナミはね、髭が入ってるんですよ。ああ、ちゃんと、はい、あの髪型が入ってる。そう、やったなんですね、新谷さんはね。そう。ああ、大昔ブラジルでレストランで座ってたらスーパーインフレでどんどん値段が上がるとかありましたね。そう、ドラゴン語、オリーブブラウソ。アイロンをつけないのがエリハチっぽいって書いてある。それ何もついてないですかね。やっぱ長めに乾燥させるんです。まあ厚ぶ塗りしてますか。バテガーリン使ってるわけですよ、つまり白自体をね。だからロシアと中国キットの中身は今大抵良いですよと、トビーサーチが中身の写真載せてます。うん、だから物はいいんですよ、はい、物はね、製品としての完成度はすごく高いんだけど、ちょっとインストとか、はい、タコモとかいいって言うけど、やっぱりあれなんですよね、うん、やっぱ長谷川、まあタミヤも作っちゃうとね、そう、まあ、タミヤさんは別格ですからね、別格ですよ、インストの良さとかはね、それに関して。例えばトムキャットなんかもそうですけど、右とジャグのパーツの裏側にちゃんと L と R ってモールドしてあったりとかね、はい、そういうすごいこうやっぱユーザーに対してのこうフレンドリーというかね、気の使い方はねすごいですね。自粛期間に何機作られてますか。いやーまあ何機って言われても困るんですけど、まあやってるものがいくつかあるんですけどね、そこはね。さっきまあまあまあ、あの飛行機だけじゃないので、はい、なんかね、私の方がチャットが更新されなくなっちゃったな。ところで、佐々木さんは普段何をされてる方なんですか。いろいろやってます。質問です。はい。キティオークの HH60G を作ろうとしてますが、はい、注意点はありますか。全部。全部疑ってかかる。説明書。っていうかね、やっぱりそのパーツ、細かいパーツがすごい再現度高いんですよ。はいはいはい、その反面やっぱりパーツの強度とかそういう何も考えられてないというかしょうがないんでしょうけど、はいはい、だからこうこれここにつけてこう細いこうステーとかがねそのまま出ちゃうとかあるんで、まあそういうとこは金属に変えるとか、まあそういうとこ、まあ取り付け位置も曖昧な指示が多いですし、書かれてますね、海外メーカーはインスト変えたやつが組んでないんでしょうと、タミヤはインストの整合を社員の人が実際に組んで確認しているでしょう、それは普通そうするべきなんです。いやこの前作った某社のヘリコプターはこれ多分絶対に仮組みしてねえよなっていう感じでしたからね。つくづくそう思っちゃいますよ、組むと分かりますよ本当に。これここにみたいな。それであのどこのキットって言わないですけど、こうインスト通りこう組んでいくじゃないですか、はい、こうやっていくじゃないですか、で次のページ行くじゃないですか、すでについてるパーツが何の指示もないのに、これどう待ってよ、これどこで指示があったんだよって見直してもすでに次の工程でついちゃってるパーツがあったりしますからね。絵描くのめんどくさいんですよ。まあ、ただこれはどんなキットでもそうですけど、一度取り付け前にやっぱ仮組とかね、そういうのこう一度熟読してこうね、こうキット自体を理解してからこうやらないと絶対途中で泣きを 見ることになっちゃいますからね。
なんだろう、サンダーマスクに登場した新ナーマン、タイトルもサンダーマスク発狂とか、なんだろう、架空なんでしょう。あれ、これ今絶対にオンエアできないね。はい、要は公害ネタの怪獣とか宇宙人が多かったんですよ。はい、それでその新ナーマン出てくるんですけど、こう人間に新ナーマンして気を狂わす宇宙怪獣っていうか出てきて、サンダーマスク自体が変身前にそれをやれて気が狂っちゃうんですね。で当時放送倫理は甘いから、キチンがキーピーみたいな言葉が平気で出てきちゃってすごかったんですけど、ね、いや僕なんかミラーマンをこの間たまたま見たんですけど、めっちゃ暗かったですね。で70年代ってほらやっぱ社会問題で新ナー遊びとかが流行った時代だったから、それを取り上げたんでしょうけどね。何すごいじゃん、あのスペクトルマンが怪獣の名前が車ニクラスとかね、あの引き逃げされた子供のね、こうあれが顔が信号機になってる感じだ、そういうのが結構やっぱ社会問題をこう扱った怪獣とかがね結構いたのでね。なんかミラーマン超暗かったですね。だってあのまあね、あれ途中でね、こう宇宙人に体の中に爆弾植え込まれちゃったりとか。なんかクルセイダーは欧州輸出を意識して作った。そうですね、フランスですか。フランスが使ってましたね、はい、エリパチじゃないそうです、A 点のゲーム。あ、そうなんですか、まあ、私あんまりその頃はもうゲーセン行ってなかったと思うんで。アフターバーナーありましたね。何よ、ん、何、おやつ食べたでしょ。まだおやつ1個残ってます。もういらないの。あっそう、あー、ほんとアマゾンからプラも消えましたね。あっても値段上げられてるそうです。あ、酒飲みながら組めるのはキットはタミヤだけだそうです。いや、それ危険だと思うけど、危ないっす。あー、48のそのクルセイダーの E が欲しかったけど N しかなかったので E にしようと思って積んでます。結構ね、はい、これでほらインテグダクトのうちが分かります、消えてるの。今あのパテを塗って、さらにもう一回上からねエアブラシでこう拭いて、で本当はこれ完全に乾いた後にスポンジヤスリをですね竹口の座につけて内側をこう煙突掃除みたいにデコボコを削るんですよ。はい、 OK です。はい、ちょっとね見づらいと思うんですけどね、まあ後でまたネットの方でアップしますので、はい、写真ね、うん。ガンダムの成型色を生かしてタミヤエナメルでフィルターかけたいんですが、あのガンプラにエナメル使わない方がいいですよ、パーツ割れますよ、ほんとバキバキにいっちゃうんで、うん、気をつけた方がいいですよ。これメーカー自身も言ってますから、エナメル塗料使わないでくださいっていうね、はい、ABS との相性が悪いん でガンプラの場合、あの普通のプラ自体も ABS のプラに弾力を持たせるために ABS 混入してるみたいなんですよね。だからあの普通に関節のとこじゃなくて普通のところにかけても結構バキバキいっちゃうので、はい、ああ、なんかカットしたところに入ったら割れるって聞きますけど、ね、割れちゃうんで、だからあのクレオスさんが出してるあのエナメルじゃないスミレ用の塗料を使う分にはいいんですけどね。いい場所に座ってやがるとか、はい、すいません、お水飲んでるんですね、すいませんね。こうやってねしゃくって飲むんだよ。あれ普通は、いや普通は顔つけてべちゃべちゃやるし、ああやって手でしゃくって飲むんだよあいつ。なんでなんですか、わかんないけどね。何目そらしてんの。いいし、落ち着いて飲んでください、お水飲んでください。あ、プラも通販で品薄になってるから、そのうちプラも闇市が出現しそうで怖いと。まあね、一時的なもんだと思いますけどね。そうですね、うん、まあそんな無理して高いものをね買う必要はないと思うし、なんかプレミアとか言って、まあ、イントルダーノーステップ事件ってまあありましたね。まあそういうのも含めてね、やっぱりそういうところを自分で注意していかないといけないんでね。アマゾン売り切れ&高値の隙をついてタミヤスバル BRZ 買ったそうです。あの、まあ、タミヤさんなんかね、あと旧キットも再販をね定期的にかけますからね。で今インテークの内側なんですけど、基本的に GX の白塗ってたじゃないですか、はい、だから最終的にこれ316番の、まあ、あの機体内部色の方の白を塗ってやれば、あっという間にその色になりますから、初めからこの色塗っててもね、なかなかインペリオ弱いんで
色がついてくれないので、よし、OK、よいしょ、またご飯食べてんの？カリカリってカリカリ好きだもんね。おいしいっすか？あ、そうっすか。よいしょ、チュールの催促かなとか言われてますね。あ、前にキャシャンの LED を買ったら倫理規定で、PEO に変えられて返品したそうです。あ、本当に古いのだと割とあの注意で、あのね、製作が古いので不適当なとかっていうのでやってる場合が多いんですけどね。当時の表面はそのままとか ね、ありますよね。ウルトラセブンなんかそうでしたからね。質問です、はい、ガンダム成形、あ、さっき読みました、このタミナエナメルで、エナメルは使わない方がいいです。あのクレオス のウェザリングカラーでいいんじゃないですか、うん、あれが多分あのガンプラやってる方も使ってるみたいですからね、はい、あ、コックピットが360度回転するアーケードゲーム機とかありましたね。あれアフターバーナーでしょ。あ、いや、もっとすごいのありました、ね、あった、そんなのあった。川口さん、今日か明日やるなら告知をもらえると見に行けるんですけど、放送ね、質問です。ガンプラはスグミ用のスミレでもありますが、水性ラッカーでもトップコート、いや、水性のトップコートでオーバーコートするの大丈夫ですよ、ガンプラはね。ウルトラセブン、桐山隊長の言葉でそういうセリフがありましたが、キッピーがありましたから。ああ、やっぱ手で飲むの珍しいんですね。みんな言ってん、最近でもね、そういう猫多いみたいですよ。なんでなんだろう、うん、顔つけて飲まないっていう。嫌なんですか。そのくせお風呂場来てね、顔突っ込んで飲んでますからね、お風呂のお湯をね。でうちは入浴剤入れらんないんですよ、お風呂で水飲むから。あ、たまには草津の湯とか入りたいね、お父さんはな。聞いちゃいね、お湯温まりますよね。お風呂に醤油飲ませろって騒ぐから。ああ、昔の特撮の夜は暗すぎて何やってるか分かんない。夜のシーンとかね。ああね。あ、SD ガンダムでも割れるんですか。ものによりますよね。ものによるけど、やっぱり基本的にあの関節にポリキャップ使ってるんで、やめた方がいいと思いますよ。ガンプラじゃないけど、ヤマト2199のメカコレシリーズでボッシングしたらボロって感じにパーツが割れて潜りましたね。 あくまでこれ個人的な推測ですけど、バンダイさんのプラって、はい、ABS の弾力があるんですよ、ヤマトのプラでも、はい、だからそれ ABS の含有率多いなって感じなんですね。だからあの稼働しない部分でも調子こいて使ってるとベキっていきますからね、怖いですよ、うん、穴開けろ指示がある。まあそんなところでね、本当ガンプラの方はね、結構でも最近やっぱ塗装する方増えてますからね。ね、やっぱ増えてる、うん。だからまあそういう意味では水性カラーがね、はい、やっぱベストではあると思うんですね。新水性ホビーカラーがとにかく、まあ、使いやすいです、ね。うん、あの光沢なんかもねすごくよく出るし。ご飯食べたから行くの。食べた？あ、マスク、ホットケーキミックスの次はプラモが効果買い、効果取引。そうなんま、ホットケーキミックスがなんかなあれ何なんですかね。テレビで紹介したからなんですかね。あ、そうなんですか。お、行ってらっしゃい。お疲れ様です。文教堂行ったら結構棚が空いてたそうです。まああの空いてるってことは売れてるってことですからね。あ、なんか行きますよ仕事に。 あそこ行って転がっとるわ。
旅客機はコロナ関係なく絶版多すぎてプレミアつきまくってますよね。まあまあ、そうエアラインの判件がね厳しいんですかね。どうなんですかね。日光がうるさいみたいですね、やっぱなんちゃ鶴のマークは ね全部ですね、うん、質問ですが、エアブラシでメタリック拭くと掃除大変ですか。大変です。普段は AFV と船ばっかなのでメタリックを使う機会があまりないので、だからメタリック用のハンドピースはさすがに厳しいです。だからあの通常のうがい洗浄をね2回3回と繰り返してあげて、しっかりツールクリーナーとか使えばね、はい、落ちないわけではないので、ただやっぱり残っちゃうと後で暗い色吹いた時にこう粒子が出てきちゃったりとかね、そういうトラブルの原因になりますからね。あ、何でもそうだけど ないと欲しくなるのが人情です。そうですね。エナメルでもウェザリングマスターやその薄め液は割れにくいです。絶対割れないとは言わない。昨夜もつけたところがボロッと外れました、うん、それはありますよね。だから、まあ、だからあれガンプラのガンダムマーカーのウェザリングマーカーでしたっけ、うん、あれがいいですね。まあ一番おすすめですよね。質問です。ガンプラのすぐみ専用の炭入れペンがありますが、水性でもラッカーでもトップコートはできないのでしょうか。できますよ。水性のトップコートは大丈夫だと思いますよ。あ、ラッカー使わない方がいいと思いますけどね。わかりました、ありがとうございますとかって言いますね。ウェザリングカラーでした。プラモを趣味でやっている人は自宅に大量の積みプラがあるので高い時期に買わなくても大丈夫です。まあ、ところがね、こう積みプラにはね触手が動かないんです。それで新しいの買ってくるんです。あの自分に言い訳してますけどね、はい、うん、こういう機械だからみたいな。ブラック紹介で長谷川でキューキット悪徳販売なんですよ。ブラック紹介って何なの。ウルトラセブンの12話って何かありましたね。だから放送中止になっちゃった。放送中止のやつです、ね、スペル星人のやつです。先々週の放送でフォードエスコートコースアース作る気満々で買ったのに積み行きになりました。なんでどうして作っちゃってくださいよ。もう模型問屋さんはほとんど営業しているのでプラキットの品薄は国産についてはほぼ通常供給です。国産品はね、やっぱ輸入品がね、そうそうそうルートが止まっちゃってますからね、そこが厳しいところです。なんか手も餌も手で食べてるっていう書き込みが、さっきもうちのもそうじゃない、佐々木君の手からほらボリ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 おやつ食べてた。レッドマン特撮、特撮といえばレッドマン。レッドマンとかグリーンマンとかね、大丈夫なやつですか。あのね、ほんと低予算 の, あの5分番組なんだよ。あら、うちの猫は水道の蛇口から飲みたがる。そう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 、水をちょろちょろ流しておくとそこに顔を突っ込んでね。ああ、ご子息といつか親子共演はどうでしょう。やだよ。ああ、ウェザリングカラーでも割れるときは割れるそうです。あのドボドボに、特にあのポリキャップのところの中に使ったら一発でいきますから、大力がかかっちゃってるから。な、生ゆず皮乾燥させてみかん袋に入れてもダメですかね。ん、ああ、ゆずを、ああ、だから天然ゆず、猫でもほら柑橘系のものダメだから猫は。ああ、HH60G、いきなりダボが穴より大きいと。そうそうそう、そんな序の口だから。ああ、質問です。ガンプラで、はい、組み付ける前のパーツ ABS 以外でもエナメルで割れますか。だからプラそのものに ABS が含まれてるものが多いので、割れるリスクは大きいです、うん、ふとした時いきますよね、パキって、うん、特にこう挟み込むその弾力でこうなんかパーツを保持してるものが最近増えてるので、それでは一発でいきますね。バンダイのプラ軟質はエナメル使うとナイフで切ったようにスパッと、そう柔らかいんですよね。だから、うん、そうです。タミヤの墨入れ塗料ってエナメル系でしたか。エナメル系です。そうですね、エナメルです。昔の特撮の夜のシーンは昼間に撮ってフィルターで暗くしたのが多かった。今みたいにね、撮影技術がそんなにないですからね、カメラのね、その、そう、性能がね、感度もね悪いでしょうからね。質問です、はい、ビッグカラーや下出るカラーなどの水性カラーで塗装した後
積み入れしたいのですが、どのようにすればいいでしょうか。あの一回例えばトップコートみたいので、あの表面あのコーティングして、例えば艶消しとか半艶でね、そこからあの使ってやれば大丈夫ですよ。直接だとあの擦り跡がついちゃったりする時あるんで、一回クリアでオーバーコートをしてからあの墨入れをしてあげるといいと思います。なんてこと言ってる前に一応胴体をもうねくっつけちゃいました。こんなところですね。お、形になりました。サク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 できちゃうんで、でインテングなんかね、さらにこのリップの部分をまた白く塗るんですけど、内側ちょっと後でサンディングをしてね、まあ継ぎ目をまた消していかなきゃいけないので、いやかっこいいな。こんなとこですかね。まあこの後どっちみち乾かないと継ぎ目の処理も何もできないのでね、まあ、もう間もなく6時ですか。早いですね。まあ、ちょっとじゃあ長谷川さん書き込み読んで。はい、私は飲めなくなったら日本酒風呂に入ぶち込んで入ったことで、湯気で酔って脱衣所で入ったってそ, それはまあアルコールはね、要はね、ホワイトパテはダメなんです。要はこのインテーク処理なんですけど、パテは硬くなるじゃないですか、はい、塗料硬くならないんですよ。だから後でのサンディングが楽なんですよ。あの極端にひどければね、ホワイトパテを使ってもいいと思いますよね。ウォッシングをしたらジムの右肘とシャーマンの足回りが砕けていれば稲メルを使っていません。そうなっちゃうんですよね、うん、ありがとうございます。まずい5種類ぐらい持ってるってなんだろう、うん、あれじゃないですか、その墨入れの塗料じゃないですか。レッドマン、グリーンマン、ルパン三世ファーストの音楽の同じ山下でマイティジャック、まあそうですね前陸戦ガンダムのキャノンをつなげた状態で落下を吹いたら大丈夫と思ってもエナメル塗ったらバキバキに、だからちょっとした隙間から入っちゃうんですよ、はい、エナメルは流れ込んできますからね、うん、気をつけて、うん、あ、これ質問なんですが、海外製のプラモの油抜きはクリアパーツもした方がいいですか。した方がいいです。だってキャノビーなんかフレーム塗ったりするじゃないですか。バンダイのスターウォーズのサンドトルーパーのタミヤエナメで汚したとしてパリパリに割れました。そうなっちゃうんですよね。メタリックに安い中華製ハンドピースとかで、まあそれはいいんですけど、そのハンドピース自体が出ないとかですね、トラブルの原因になったりするので気をつけてくださいね、はい、DVD Amazon で注文します。ありがとうございます。今日任天堂スイッチ色が赤青の抽選会がありました。外れました。そんなに売れてんの。売れてます。こんにちは、出遅れました。でもあのやってます、はい、ぼちぼち終わりますぼちぼち終わります。まあ本当にね、これはね、そんなに売れてんのスイッチって。あ、売れてます。もう足んないですね。それで一回ヨドバシがあれですよ、スイッチ売りますって言ったら行列ができすぎて、あ、やばいっすよね。やばくなって閉めたみたいな。今行列はやばいですよね。動物の森もうちはあのソフト買えなかったんでダウンロードです。だまあでその方がだってね、はい、安心だし手っ取り早いし、はい、ああエスコートは僕が珍しいとか言うから作れなくなったみたいですねいや結構エスコートは珍しいですフォード、はい、あんまってもうないですよ。車はねこの間 GT40 買ったけど、はいはいはい、ミーハーなもんですいません。いやいや僕も買いました、ね。ザンボット3もすごいですよねひたすら暗いからね。あれもう数年前になんとなく買った富士見のフェラーリス P330 が今2万円2万円。330ってあれ330って何だ。 P330、 うん、一時バカみたいな値段ついてたけど、ね、P4 って普通に売ってますよ、ね、売ってる売ってる、うん、2000いくらで売ってます。世情を考慮してゴールデンウィークは模型備蓄に手をつけず我慢の節省生活に徹しました。なんだそれ意味わかんない。模型作ってください。だから在庫の方に皆さんあれなんじゃないですか。ジュニアは女子中学生の投稿がきっかけで再放送できなくなってる。そうなの。何お蔵入りアニメといえばアニメンタリー決断の最終話最終話ったら終戦のあれじゃないの。ダメなんですか、うん、嫁さんが島之助に反応して一緒に見ています。もうまた向こう行っちゃいます。まあ、また最後出しますけどね、うん、よく言ってた時代は体感ゲーム時代です。80年代後半から90年代初め一番ね面白かった。その頃はもうすでにゲームから離れてます。だって私ゼビウスとかが最後の人すげえ前っす
でその後はだって家で、まあ、息子がゲームおじいとかやって一緒にやってたけど、それで息子が全部クリアしちゃうんで、お父さん的にはもう立場がなくて、それで余計ゲームが嫌になった。あれが余ったかな、塊魂。ああ、はいはい、あれ面白かったから。もう今のゲームなんかついていかないです。今すごいっすよ。息子がほら一時エースコンバットにね、はい、ハマっててやってるわけですよ。なんかエースコンバットの3とか4とか、お父さんやんないよとか言って、なんか飛んでるだけで燃料切れて落ちたんで、ちょっと面白くなかった。モデラーズさんは MHJ のペイント共同 DV、 あ、はい、もうすぐ出ますよ。6月だっけ。バストモデルの見方です。またね、あの辺もね、今結構流行ってますからね、バストモデル。そうですね。小柄寺文次郎でもこのキーピーというセリフが消えました。ああ。ガンプラのスミレラッカーでしっかりコートすればできなくはないです。表面的にはいいんですよ、はい、やっぱ関節部分とかパーツの泡染めってエナメルって結構毛細管現象でサーって流れてっちゃうんで、はいはい、そういうとこまあ意識してやって、自己責任で、まあ、できなくはないと思いますけどね。まあリスクはありますよ、やっぱり、うん、ミグのオドレスシンナーとか高いエナメル溶剤使うと割れにくいそうです、ね。うん、なんかありますよね、種類がね、何種類か AK も。あ、そうなの。うん、なんかありますよ。いや、決断の最終話はなぜか巨人の9連勝の川上監督の決断です。あの修繕の後にそんなのやったんだ、それ知らなかった。うん、アニメンタリー決断です。クリアとか関係ないでグランツーリスモやってました。プレステ49付近で買ってやろうかと、グランツーリスモ。うん、ダーティーペアの最終回もお蔵入り。ああ、そうなんだ。なんかあったの。なんかあったの。うん、まあその時は良くても後になってね。そうですね。最近だとね、おそ松さんの第1話がお蔵入りっていうね。そうなんです。いろんなアニメをパロリすぎてクレームついちゃって。飛ばしすぎて。飛ばし、こんな感じですよ、これ。おいいっすね。でこれがほら仕様がこうなるわけですよね。であとまあ翼端が、まあ、あぜがな折りたたみの再現はしてないので、まあ、これぐらいか上がってね。向かい角を稼ぐためにこう、だからここまでできちゃうんですよ、 2,3 時間でサク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  ね、 まあここから塗装はね、まあ手間をかけていくわけですけどね。名人質問です。アバンギャルドの F414D の説明書を見たんですけど、機体の穴の指示がありますが、ピンバイサイズが出てこないので何ミリをなんですかね。あの基本的には例えば 0.8 ぐらいで開けておいて、穴の位置が分かってれば外側からね広げることはできるわけですよ。開け忘れてるとほらどこに開けなきゃいけないかってあるんで、まあ、あの基本的には 0.5 とか8でガイド的に開けとけば大丈夫だと思います。あとはあの例えば取り付ける位置のパイロンとかのねピンを見て、あ、これだったら1ミリだとか、そういう判断を下していただければと思います。あ、いや中華製 の、 あのハンドピースとかどうですかね、メタリック用に。だからね、ハンドピース自体の精度がね当たり外れが多いんで、僕もつい最近までそれを使ってたんですけど、うまくいかないわけですよ、いろいろ。それで久々にクレオさん使ったらなんか一発でうまくいったんで、あの当たりだったら問題ないと思うんですよ、はい、外れでねノズルがあってニードルがこう偏っちゃってるとか、はい、やっぱ精度に問題がちょっと多いのでね、はい、うーん、ニードルとかもねちょっと怪しいです。マストンセンター出てんのかって、ね、ちょっと怪しいです。っていうかね、私ね今まで随分長いことエアブラシって錆びるエアブラシって初めて見ましたから、ね、ありましたね。なんか錆びてんだもん、ええとか思いましたよ。あれはメッキがちゃんと均一に多分されてないんですね、はいはい、だからメッキ薄いで擦れるようなところが剥げちゃったね、それで、ね、ガンプラのスミレはラッカーでしっかりコートすればできなくはないでしょうか、うん、え、ガンプラのスミレをラッカーのクリアで多分コートして、うん、あ、だから面はいいんですよ、はい、こういう面はいいけど、例えばこういう可動部分とか、はいはい、こういうところでやっぱ擦れたりするとラッカーが剥げてきてっていうのはあるんで、まあ自己責任っていう、ね、だから関節周りとかそういうところはもうともかく避けるっていうね、はい、そういうあれですけどね。
アバンギャードのレベル10でインストですか、名人の添削記録付きモデラーター出ませんか。あの実はほら、あ、いやいや、まあそれはまたトムキャット最終回の時にね、はい、出しますけども、はい、全部注意書き入れたインスト作ってありますんで、はい、あれはどっかで公開をね、そうですね、はい、昔 JAL のプラも日光がんくれましたが、あれはついに窓枠硬すぎて機種のせん、ん JAL のプラん、ジャルのプラン日光が、あ、日光でくれたってことだね。あれ、あれについてきた窓枠硬すぎて機種の先端貼れなかったんですよね。軟化剤が、そうですね、うん、ただあのデカールもあるんですよ、効かないのが、たまに。だからそういう場合はこうな、まあなんだろうな、やっぱりちょっと試してみないとね。だからより強力な軟化剤とかあるんですけどもってとこですね。うん、いつか避けるエアブラシとか笑われず、避けるって何みたいなやつ。シンナーブレーや IPN など塗装落としたキットを組むと滑れるとき割れやすくなりますよ。車のボディなんかも一回あのシンナーブレーでね、はいはいはい、洗うとシンナー自体が浸透してるんで、はい、ピラー部分とか細い部分割れやすくなるんで ね、はいはい、ね、気をつけた方がいいです。息子さんは後を継がないんですか。何の後を継げというんですかね。ホンダ系か、うん、ホンダ株系の中華パーツも当たり当てが大きい。当たりだとジャパン品質なんで遜色ないんですけどね。インスト公開待ってます、ありがとうございます。名人2世ないと思いますけどね、いつかいいのでドイツ系のメロメロ迷彩を実演してほしいです。ああ、やっぱね、その迷彩はね、なんかでやりたいですよね。隙間のパテ埋めがいまいちうまくいかないです。隙間、例えばこういうこう、こういう部分の隙間とかおっしゃってるんですかね。昔のアカデミーのデカールは軟化剤が効きません。ああ、そうなんだね。木なし、木製やばいし、キシキシいっちゃって動かないと思うよ。うん、いや、最後に、最後に1個買ってきました。これです。これ前回見てない方も、はい、そうそう、見てる人は分かると思うんですけど、あのね、これバリエーションが出てるんですよ。同じミグ15でも、こう銀塗装のやつとか、迷彩とか、ロシアのやる、あ、クビンカチームのかっこいいのあるんですけど、過去3機買ってるんですよ。3機ともこのミグなんですよ。それもね、このアラブ連合とかね、シリアクグッドでかっこ悪いのしか出ないんですよ。で、俺はセーバーが欲しいのに1回ミス出なくて、でミグもまたあろうことが全部迷彩って銀じゃないんだよ。さあ今回 最終的に何が出るかな、何が出るよ。さあセーバー、おっ、銀のミグですよ。マジかよ。セーバーです。ミグ、またミグっすか。でもミグだけど、今回ほらやっと銀塗装のミグになりました。まあ嬉しくないな。これはあれですね、中国空軍と何？中華人民解放空軍第8航空師団。ああ。もしくは東ドイツ空軍って。ああ。やったじゃないですか。銀色ですよ。はい、ガム。ということで、あそこにあった最後の4個は全部ミグだったってことね。みんな一緒ですよ。迷彩ミグ2人、何が出るか、何が出るか、迷彩来るか、ね、なに、はい、なに、もうすぐ終わるから待っててね。はいはいはい。もう少し。こっそりシルバーリーフで塗り、いや、開けてないですからね。引け合わせ目を消し、え、引け合わせ目消しでパテを盛りしたときにペーパーをかけると引き合段差が消えないのにパテだけない、何か問題は、あのね、すごく簡単な理由なんですよ。ペーパーをかけるっていうのは、例えば今これは布ですけど、こうやってかけるじゃないですか。に指でやってるでしょ。だから人間の指って柔らかいから、パーツの形状にこうやって馴染んじゃうんですよ。だからせっかくこう引けた部分に入れたパテをこういうふうに削っちゃう。だからそういう場合は必ず当て木をするとか、面出しをした、例えばこれでもいいです、ヤスリスティックでもいいので、必ずこういうものでね、こう当てて、硬いものを当て木にしてやってやって、面を出してやれば、そのへこんだところに残ったパテを削らずに済みますよ。はいはい。FN を買ったら、シークレットのブライ仕様が出ました。あ、そういう方もいますよ。かわいいサイズのワカサギみたい。確かにワカサギ丸飲みはやめた方がいいですね。全部ミグだよ。これどういうことこれ。過去開封したら島の助が来た。うちの犬も来ます。島の助は袋振ったら来ますからね。カシャカシャカシャ。何よ。あ、
キャットタワー行きたいの。はい。どんどんいなくいなくなりました。飛行機無限の墨入れのタイミングはデカールあれの前かとか、基本的にはデカールも貼って一応クリアでコーティングして、なんでかというとデカール割った上にも入らないとおかしいじゃないですか。そこだけこうパネルの線が切れちゃいますからね。4つ買ってミグとセーバーは2個ずつ出た。なんだと4つ買って4つミグだぞ。全部どういうことだ。全部そのうち3機迷彩。ラフのセーバーが出たら嬉しかったです。質問です。接着するとき、ほこり、ゴミなどが付着しているのは心配で、パーツをいちいち洗いますか。まあちょっとじゃあ中華製キットなんかだと離型剤もひどいので洗う場合も多いですけど、接着前にあんまり洗うっていうのはないですね。うん。何よ。何。キャットタワー上がればいいでしょ。何文句垂れてんだよ。デカールのクリア引きは必ずしも、いや別にしなくてもいいんですけど、デカールってやっぱこういう印刷物なのでね、耐候性がそんなにないんですよ。で長期的に例えばこう貼ったつもりでもこう割れてきたりとか、こうひびが入ったりするので、それを防ぐ意味でのクリアでのオーバーコートをねするんですけどね。質問です。今日の夕飯は何ですかって。今日何ですか。何も考えてなかったけど、まあまあなんか冷蔵庫にあるものを適当に、こんな感じでしょうか。ね、FM は普通に白足でしたって感じ、ね。はい、あ、まあそれは僕はケースで買いましたね。島津家配信やめろ、俺の世話をしろ。まあ遊べだと思って飽きてる、ね。まあカメラ慣れはしてきました。あれまたいなくなっちゃった。まあまあまたね。まあ、こんな感じでね、はい。来週は日曜でしたっけ？来週17ホビーショーの。そうですね。だからまあ。静岡ホビーショーが残念なことに中止になってしまったのでね、それの代わりにね、なんかちょっと盛り上げていけたらね、いいなとは思いますけどね。最初ね、朝からとか言ってたけど、すいません、昼からですね。いつも通り2時ぐらいからなさいよ。最初ぐらいご挨拶しなさいよね。リモート配信ができなかったので、ね、対策をなんか考えないと ね、いけない、ね、スマホいっぱい用意してスマホスタンドがないとダメです。何大丈夫じゃん。何よ。ね。やろうかなと思ってます。タミのシトルフの極細迷彩ができない1年。あれもね、まあ練習あるのみなんですけどね。島田助は白と黒の迷彩。迷彩じゃないよって僕は。迷彩じゃないや。10時に仕事してるな。何よ。はい。行こう。本当毛が抜けるな、お前はもう。今ちょうどね、恒例のエンディングでね、ありがとうございます、可愛いですねって、可愛いって。ご挨拶は？ご挨拶しないの？うん、まあ、というわけで、まあ来週はなんかそんな感じで、静岡ホビーショー代わりに、まあちょっと頑張らせてはいただきたいと思います。まあ、このクルセイダーのね、続きもちょっとやりたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。今日は島之助がたくさん見れて満足です。だって。何？じゃあね。そういうやつなんだ。サンダーバードの通信みたいにスマホが壁にこうやってみんな映ってるっていう。もうそれをやるしかないです。はい、無理やり映画のジョーカーさん。お疲れ様。ありがとうございます。はい、島先生、名人、佐々木さん、阿部さん、川口さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、また来週お会いできればと思います。よろしくお願いします。また飯食ってんのか。よく食べますね。水をよく飲みます。まあまあね。まあ食べて飲んでくれないとね、お腹またおかしくなっちゃうからね。もともと猫って砂漠の生き物なんだ。ああそう。だからお水を飲まないのよ。ああ大丈夫。そうするとやっぱ腎臓とかおしっこを濃縮してピッて少しだけ出すので、だから腎臓とかが基本的に弱い生き物。